それでは予定の時間を1分ほど過ぎてしまいましたけれども、発電用原子炉施設の新安全規則、規制の制度整備に関する検討チームの第1回会合を開きます。私は原子力規制委員会の木桁です。本件を担当いたします。まず第1回会合ということもありまして、参加メンバーの紹介をさせていただきたいと思います。外部からいらしていただいている専門家の方々については、お名前を、お名前を私の方から言いますので、一言自己紹介していただければと思います。私の右から、こちらから左側からですけども、飯塚先生です。東京大学飯塚でございます。金属賞をこちらにございます。ありがとうございました。勝田先生。勝田大夫です。よろしくお願いします。小静香先生。東京大学小静香です。よろしくお願いします。山口先生。原子力機構の山口でございます。被爆評価を専門にしています。よろしくお願いいたします。米岡先生。はい、ISO なので発信さ、ISO などのマネジメントシステムの認証する会社を呼びに来ました。よろしくお願いします。渡辺先生。渡辺先生。日本原子力研究開発機構の渡辺です。よろしくお願いします。私から見た反対側から規制庁のメンバーですけど、山本審議会。山本委員長。山田基盤課長。山田基盤課長。小川安全規制局。ありがとうございます。浦野さん。浦野さんです。よろしくお願いします。ジェネスから3名の方に参加していただいてまして、板野総括さん。平野さん。新田美術さん。新田美術さん。よろしくお願いします。樋口美術さん。樋口美術さん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。以上のメンバーで本件の検討をしてまいりますけれども、議題に応じて適宜検討メンバーを加えてまいります。それではお手元にある資料の確認をいたします。議事次第が上に載っていると思います。議事次第の配置資料のリストがありますが、資料 1-1、発電用原子炉施設の新安全規制の制度整備に関する検討チームについて、資料 1-2、設置変更許可の一部届出化について、資料 1-3、型式認証について、資料 1-4、設置許可申請書における添付書類の本部記載事項への格上げについて、資料 1-5、設計及び工事団体における品質保証について、資料 1-6、製造者等に対する検査について、資料 1-7、発電用原子炉施設に対する安全規制の原子炉等規制法への一元化について、そして参考資料がまた1-1から1-9までありまして、参考の1-1が、新たな原子力安全規制制度の整備の進め方について、資料参考の1-2が新たな原子力安全規制制度の整備について、参考1-3が新たな原子力安全規制制度の概要、参考1-4が設置許可申請書の見直しについて、参考1-5、添付給書類記載事項の仕分けイメージ、参考1-6-B、添付重書類記載事項の仕分けイメージ、BWR、1-6-P が添付重書類記載事項の仕分けイメージ、BWR、参考1-7、発電用原子炉の炉心の著しい損傷、その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項の記載イメージ、参考1-8が各国の品質保証の導入条件、そして最後1-9が工事計画における品質保証基準、技術基準の要求事項の整備の案であります。それではこの検討チームですけれども、別途原子力規制委員会の下では外部の専門家にご参加いただきまして、新しい基準であるとか設計基準、地震、津波等に関する検討チーム、また防災に関わる検討チーム等を立ち上げておりますけれども、この検討チームの検討内容、趣旨について資料 1-1 に基づいてご説明をいたします。ちょっと読み上げる形になりますけれども、趣旨としましては、
本年6月に成立した原子力規制委員会設置法において、核燃料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律です。以下、原子炉等規制法という、6条というような言い方をしますが、等が改正され、発電用原子力施設に対する安全規制の制度が見直された。具体的には、最新知見に基づく規制の実施、事業者自らによる安全性向上への取り組み、発電用原子力施設に対する安全規制体系の整備のための改正が行われています。で、この改正6条は、原子力規制委員会設置後10ヶ月以内、一部は1年3ヶ月以内ですが、基本的に10ヶ月以内に、であって政令で定めるときに、施行するということですので、もう、発足して2ヶ月経ちましたので、これからあと8ヶ月で、施行ということです。で、それまでに発電用原子炉施設の新安全規制の制度を施行するために必要な、原子力規制委員会規則等の整備や具体的な運用方針を決定する必要があります。こうした背景でから、規則等については別の検討グループチームがあるわけですが、担当の、規制委員外部の専門家の方々、そして、事務局 JNS のメンバーから構成するこのチームを組織しまして、関係する原子力規制委員会規則や運用方針の策定のために必要な検討を行っていただいています。基本方針としては、新たに導入される規制制度の趣旨を踏まえて、下の3に掲げる検討事項に関する基本的な考え方を取りまとめます。主な検討事項ですが、最新知見に基づく規制の実施、これについては設置変更許可事項の一部届け出か、届け出での対象となる項目を選定します。型式認証、型式認証の対象となる機器を選定し、申請書記載事項、審査方法等について定めます。設置許可申請書における添付書類の本文記載事項への格上げ、添付書類から本文記載事項に格上げすべき項目を提示します。振っていただきまして、2つ目の項目が、事業者自らによる安全性向上への取り組み、設計及び工事段階における品質保障の確認、設計及び工事段階における品質保障基準に係る基本方針を策定、制御者、製造者等に対する検査、製造者に対する、立ち入り検査の運用方針の策定、そして、原子力施設の安全性の向上のための評価の届け出及び公表、シビアアクシデント対策の取りまとめを踏まえた制度の施行に必要となる制度の細目の検討をいたします。最後3つ目の項目が、発電用原子力施設に対する安全規制体系の整理、発電用原子力施設に対する安全規則の規制の原子力等規制法への一元化、法改正による原子力安全規制の原子力第6項への一元化に伴う、さまざまな事項の整備をいたします。スケジュールですが、11月の半ばのに検討を本日から検討を開始しまして、途中非規制者に対する、調査を挟んで、1月には非規制者に対して調査結果をの報告を受け、取りまとめ案を示します。でシビアアクシデント対策規制に対して関する取りまとめを受けて、原子力施設の安全性向上のための評価について検討を開始し、改めて非規制者に対する調査を行い、2月に取りまとめ、で原子力施設の安全性向上のために評価の届け出を公表制度の取りまとめについては、4月を予定をしております。この間、検討の内容については随時委員会に報告をする形を取らせていただきます。基準等々と同じように新基準等々と同じように極めて時間のない中での検討となりますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。これまでのところで何かコメント、ご質問がありましたらお願いします。あるいは補足があれば。ちょっと、山田課長の方からちょっとご質問。はい、検討事項について今ご説明をさせていただきましたけれども、項目がいくつかバラバラに並んでいるんではないかという印象をお持ちになられたかと思いますので、全体像についてご説明をさせていただきたいと思います。
参考配布資料の5ページ目をお開きいただけますでしょうか。こちらに規制の制度全体の流れを少し簡単にまとめさせていただいております。原子力安全規制につきましては段階ごとの規制の制度を整備をしてございます。一番左にございます通り、計画段階、それから建設段階、運転段階というふうに計画ができてから運用に入るまで、順次規制の仕組みが設けられてございます。で、計画段階につきましては設置許可、設置変更許可、それから建設段階については工事計画認可、それから工事計画認可が終わった後、建設段階において各種の検査ということで溶接安全管理検査ですとか燃料体検査ですとか潮前検査ですとか、そういった検査がございます。その上で運転段階に入りますと、ここにまた運転段階の検査という形になってまいります。この流れの中で今回法律が改正をされてましたことによって検討していただかなければならなくなっております。こう思うということで意義がありございます。それで設置許可の段階でございますけれども、設置許可申請書というものを規制側の方で審査をいたします。この設置許可申請書というものの記載内容、こちらが見直されたということで、一つは従来設置許可申請書に本文と添付書類というのがございます。このうちの添付書類の一部を本文の方に掲げをするということ、それから設置許可変更許可の対象になります事項、これが一部届け出になるということでございます。それから型式認証制度といいますのは、設置許可申請書、それから工事計画認可申請書の一部をあらかじめ審査をするという制度でございまして、このように設置許可の段階、それから工事計画認可の段階の申請書類ということでございます。それから工事の実施段階については、今回の設計工事段階における品質保証という制度がありましたので、ここについての制度を設けるとともに検討していただくとともに、この工事段階における品質保証に関して検査をするということで、従来の電力会社、電気事業者、申請者だけではなくて、設備を製造している製造者、こちらの方に検査が入ると、新しく制度を作らなければいけないということで、こちらの制度の設備をしていただく必要があるということでございます。それから設置許可申請書について少しご紹介させていただきたいんですけども、1ページめくっていただきまして、下のページで8ページというところがございます。ここにちょっと細かくなってございますけれども、今設置許可申請書にどのようなことが書いてあるのかということでございます。それで真ん中の欄に設置許可申請書本文という欄がございますけれども、こちらにございますように、申請者の氏名、名称、住所、並び法人にあったその代表者の氏名といったようなことから始まりまして、冒骨のところに発電用原子炉およびその付属施設の位置、構造および設備ですとか、それから急骨のところ、下線がちょっと引いてございますけれども、発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項、それから発電用原子炉の露出の著しい損傷、その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設および体制の整備に関する事項、こういったような事項がございます。でこのうちのこの9と10、河川が引いておりますところが、今回新しく法律改正によりまして設置許可申請書の本部に書き込む事項ということになってございます。それで右側の添付書類の方の9、10のところを見ていただきたいんですけれども、同様の内容の中に記載がございます。従いましてこの従来設置許可申請書の添付書類の9、10といったようなところに記載されていた内容の一部をこの設置許可本文の方に書き込むということで、許可の対象自体この本文の中身ということで、添付書類については説明書類という位置づけでございますので、今回設置許可の対象の許可の対象となります内容については明確化をするという内容でございます。これで1ページ戻っていただきまして、この設置許可申請書の見直しの中身でございますけれども、今申し上げました通り、今般の法律改正によって手当てされた事項ということで、添付書類の9、これは被爆評価に関するものです。
それから添付書類の10、これがいわゆる安全解説と言われるものでございまして、事故が起きたときに安全設備が機能するかどうかを強化したもの、これについて、検討いただくということと、それから正しく認証制度、それから設置基本強化し、設置変更とか事項の一部届け出か、こちらについて今回この次で検討いただきたいということでございます。それから本文事項の10号のうち、事項に対する解説ということについては、今回新しくシビアアクシデントが規制の対象になってございます。こちらについては、先ほどご紹介ございました別の検討チームでシビアアクシデントの検討をしてございますので、そちらでの検討事項を受けて、こちらの方へ取り込むという形でございまして、中身についてはシビアアクシデントの基準の検討チームの方、こちらの方で検討が今進んでいるということでございます。それから今般の法改正において手がされた上記以降の事項、例えば先ほどちょっと申し上げましたけれども、5号の設備の設計、この記載事項といったようなこと、これについても今後見直さなきゃいけないところはございますけれども、これについては、今回の法律改正に伴う検討の後の課題として、今後検討していきたいというふうに考えているところでございます。はい、ここまでがこの検討チームの検討内容の全般に関わる部分ですけど、ここまでよろしいでしょうか。いいか、今の資料が参考資料の 5ページなんですけども、そうすると運転拡大に関しては、新たにの法律で、その建設段階において、検討所を始めるというような不可思議なことがなされることはないと、運転段階につきましてはですね、既に満規定等で品相書の制度に導入をされてございます。すなわち満規定とか品相書規定というのが制度されて、運転段階における品相書体制を実施することが法的な義務付けとして既に制度されています。で、これについては定期安全管理審査、あるいは満規定に対する保安検査、これらによりまして、運送省の最初に決めていただきます。だってむしろこれまでは建設段階、あるいは工事の設計段階において運送省がなかったので、これを新たに今、整備をしたという経緯になっております。後ほどで言われるかもしれないけども、その時にその建設段階で要求する内容の運送省の定義というか、詳細化というかですね、それが運転段階で今やられているとする間で、どういう整合というか、同じレベルなのかどうか、これ、後ほどいいかもしれないけども、若干気になります。はい、おっしゃる点、大変重要でございます。後ほど詳細ご説明いたしますが、基本的には、現在、運転段階で行っております、運送省の、内容、水準、これを設計段階、あるいは工事段階においても適用するというお考え方でございます。他に、渡辺さんと。ちょっと2つ質問させていただきたいんですけど、1つは型式認証制度というところなんですけど、先ほど変更許可というか設置許可の段階と工事認可の段階と2つ、どちらかでやる、でどちらかでやるというのは、それは物によって変わるという認識でいいんですか。すみません、ちょっと説明不足したかもしれませんが、この許可に関しては設置許可があって工事権の認可という段階があります。この型式認証制度についても、まず型式証明を取っていただいて、それに対しての型式指定ということで段階的に取っていただくというものでございます。そうすると一発目は両方やるということですね、基本的に。はい、それぞれ取っていただくもありますし、両方いっぺんに取っていただくこともありますと、その場合には型式証明で型式証明と設置許可の関係の方から順番に取っていただく。わかりました。ちょっとこれ後でもいいんですけど、この型式認証とか型式証明という言葉を私少し変えてほしいなと思ってまして、実は米国でデザインサーティフィケーション、デザインアプローバルという言葉があって、どうも日本語だと今型式認証、型式承認というかそういう名称が通っているので、これはプラント全体ではなくて個々の設備なんで、前に例えば設備のとかですね、何か就職詞をつけていただかないと混乱を招くかなという感じがしますので、ご検討いただきたいと思います。今日の各論の2件目でやりますので、はい、その時にまた改めて。で、すいません、もう1点なんですけども、使用前検査が従来からあるんですが、これに関しては今回は大きな変更はないと。
このちょっと運用の仕方はですね、先ほども今度の製造者に対して検査が入ってまいりました。ですから実際物を作るときに工場に入る検査と、それから終末検査は電力会社に対する検査でありますが、ただこれも実際には物を作っている工場でございます。ですから相手が終末検査の場合は電力会社、そして製造者に対する検査のメーカーに。これをちゃんと両者組み合わせながらやってないかということをおそらく待っているかと思います。このあたりの運用感をぜひご議論いただければ。ちょっと私の質問させていただいた視点はですね、いわゆるアスビルトの検査をどう位置づけるかというか、するのかしないのかから始めて、実はですね、このものがどこにある、どういうその配管の引き回しになっているとか、そういう検査というのは多分今まで規制側としては多分やられていないんだと思うんですね。で、そこをこれから規制側としてやるのか、それとも事業者にきちんとやることを義務付けて、その監督をすると、どちらかのやり方があると思うんですけど、その辺に関する議論を今回するかどうかっていう話なんですが、はい、おっしゃる点は重要点でありますが、議論に関してはなると思います。ただ、証明検査はご覧のとおり、工事計画認可がまだ、つまり設計の妥当性、設計との適合性を見ていくことができないと思います。それから、証明検査は国が行う検査でありますが、その大前提として、事業者自身がその適合性をまず自らが確認をして、その実施状況を証明検査で確認するのが本来のやり方だと思いますので、さっきこの検査のやり方についてもまたご議論いただきたいと思います。はい。他によろしいですか。どうぞ。ちょっと戻ってて申し上げます。先ほどの型式認証の関係の用語でございます。型式証明と型式指定と、これは法律で、決まっているものでございます。言葉自体は変えることができませんので、説明の際にちょっと工夫をするということで、よろしいですか。平野さん、保健師のその他の項目の安全性の向上のための評価ということですが、従来は安全レビューで適切な評価という、今でも、残っている、法律的には残っているシステムだと思うんですけど、ね、そこで狙っているものとの、似たようなところがあるので、その辺の整理が必要かなというふうに感じているんですが、その辺はスコープに入っているんでしょうか。ご指摘、大変重要な点だと思っておりますが、それは、この総合的な安全評価の検討の際に合わせて議論させて検討していただきます。よろしいですか。山口先生どうぞ。エルプショルイクの本命の格安で内容的には全く同じものをですね、仕返るという単純な作業というふうに出てきました。シビアアクセントが出現しました。長い歴史でその申請の作業をして、それで安全審査室で見通してきた、そういった長い歴史の中で何か見直しする見直してですね、こうやったりまあ検討してそういうふうな意味があるのか、非常にあるものがあると思って、これについては新基準の方の議論検討の推移を見なきゃいけない部分があると思うんですけれども、現在の鉄柱、事故解析、事故の解析にしても、新基準の検討チームでは、従来の設計基準事象、設計基準事故というものに対する基準についても、ゼロベースからの見直しを進めています。で、必ずしもこれらは従来と同じにならない部分がある。例えば、今、炉化後の長期冷却であるとか、そういったものについても、検討していますので、場合によっては、というか、従来の記載内容にかかる部分に関しても、変更はあり得ると思います。すでにお気づきいただいていると思いますけれども、基準等に関する検討チームとは異なって、あれは新しい基準をゼロベースからどう考えていこうかというのを検討チームでありますけど、この検討チームの対象というのは、何分行政手続きにかかるものなので、すでに、原子力規制委員会、規制庁、JNES で検討をした案について、ご意見をいただくという形になります。
で、そういった形式からすると、資料の説明者が、お答えをするという、私がお答えするというよりはむしろ説明者が答えすることになりますので、進行をですね、担当している、基盤課の山田課長にこの後任せたいと思います。で、タブローに入ってよろしいでしょうか。資料1の1に並んでいるもの、基本的にこの順番に沿って、各論に入ってまいりますけども、それぞれについて、これまで規制委員会、規制庁で検討してきた、こうしたいというのをお示しをして、これに対してコメントをしていただくことになります。で、最初の各論が設置許可変更事項の一部届け出たんですけども、一方の進行を、ね、山田課長にしてもらおうと思います。それでは各項目に従って、順番で進めさせていただきたいと思いますけれども、ご説明の形式といたしましては、まず簡単に今回の見直しの内容をご説明させていただいた上で、この検討チームで検討していただかなければいけない事項をのご説明させていただいて、その検討する事項についての検討の進め方、それからその検討事項に対する考え方ということで、ご説明を順次させていただきまして、それでこの検討事項に対する考え方、それに対してのご意見を今日はいただいた上で、そのご意見を踏まえた上で私もとしての案を固めていくという作業に入らせていただきたいと思います。それからその過程において申請者であります事業者に対して調査をしなければいけない事項というものも想定をされます。それについてもお説明をさせていただきたいと思っております。それについてもお気づきの点があればご指摘をいただければというふうに思っております。それでは個別の事項について順番にご説明をそれぞれ担当のアディテ調節官の方からご説明させていただきます。はい、安全規制調整課部長の方です。よろしくお願いします。それではお手元の資料、資料1の2に持ってきまして、案件の一覧では変更許可の一部届け出がということで、ここでの検討事項につきましては届け出対象となる変更ゾーンの選定ということです。今般の改正を受けまして核燃料物質もしくは燃料物質等によって汚染されたもの、または発電用原子力による災害の防止は必要がないことが明らかな変更につきましては、核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染されたもの、または発電用原子力による災害の防止は必要がない同種の説明追加、その他の原子力規制委員会で規則で定める変更ということになっておりまして、変更の許可ではなく届け出とすることを規定されております。届け出の変更の対象につきましては原子力規制委員会規則によりましてポジティブリストにて列挙するということをしておりまして、当初は十分な実績がある設備の追加等が軽微な変更というのを対象ということを考えております。ページをめくっていただきまして、検討の進め方でございますが、本日ご検討いただきたいことは対象となります変更の選定方針、次は今後の検討事項としましては対象となってということで進めさせていただきたいと思っております。検討事項に対する考え方でございますけれども、先ほど申し上げましたとおりございますけれども、届けとなる対象の案としましては30日以内に変更内容が災害の防止を必要がないことを確認できる経緯かつ実績があるものということで、ここに4つ例を挙げています。巨大廃棄物の増設ですとか、巨大廃棄物貯蔵庫の事業所内の共有化、共用化、同様の条件と放射性廃棄物貯蔵するプールの共用化、同様の条件と使用済み燃料を貯蔵するプールの共用化、2つ目としまして事故故障に対応するための工事など安全を確保するための設備の変更のうち原子力規制委員会が具体的な使用、取り付け方法と明確にした設備について発電用原子力設置者に変更を求めるということで、ここでは例としまして、平成に行われました多摩原子力発電所1号機の水素系廃棄水素爆発を受けたこの変更期間もございますけれども、こういったものでタプラント等廃棄の撤去工事などこういったものを入力しています。説明は以上です。はい、今ちょっと説明の中で30日というのが突然出てきたと思いますけれども、次のページを見ていただきますと改正の概要で制度の概要というところがございますけれども、この届け出については30日以内に不適切な場合については
規制委員会の方から変更あるいは中止の命令がかけられるということでございますが、この30日間を確保するという意味で30日以内に判断ができるものであればいいだろうということで、この準備して進めてきております。以上、ご説明のご気づきの点ございましたらご注意いただけます。単純な質問なんですが、まず締め締めの下のところですね、当初は十分な実績があるというふうに書いてあります。当初はという意味ですね。ただその30日の件ですが、その何をもって30日としたかってちょっと分からないので難しいですね。それが長いのか短いのか、ちょっと自分で分からないというのがあります。あと2ページ目の3の丸1のところで、上から3番目、放射性廃棄物を貯蔵する距離の強度が、ちょっと具体的にどういうものか。30日という数字につきましては、従来いろんな届け出等の法律上の規定で30日というのが使われているということで、30日という数字を今回の法律でも規定されてございまして、それに伴いまして我々としては30日で判断がある程度できそうなものということで選んでございます。で、実績があるということにつきましては、これまでの自治体変更とか申請の審査におきまして、これくらいの事象で変更の内容であればですね、判断ができるのではないかということで、まずで、対象案の方で3日以内に判断できるかどうかということで選んだということでございます。それから放射性廃棄物を貯蔵するプールの共用化ということにつきましては、使用済みの燃料として使用済み燃料プールというところで貯蔵いたしますけれども、その他の例えば使用した後の制御棒ですとか、そういったようなものを入れるためにサイドバンカーというような設備がございます。水に浸すことによって放射線を射程するというものです。そういったような設備でございまして、これが同じものを設備を貯蔵する場合にも何号機用のものを貯蔵するというような指定がされてございます。それを共用化するというですね、2号用になっていたやつを3号用でも使えるようにすると、そういったような内容でございますので、そういったような内容についてはもともと同じものが入っているということなので判断ができるだろうということで選定をしているということになります。もう一つ、勝田先生の最初のご指摘の当初は十分な実績がある設備の追加と、当初って私は当面はというふうに読んだんだけども、定性的ではありますよね。で、十分な実績がある設備の追加に、そもそもその制度からしてそういったものを対処すると思うんですが、ここへ当初はって書くとだんだんそのうち変わるのかという印象はありますが、これ何か事務局の方でも当初はって何かはっきりした意図を持って今判断ができるというんですが、当初ということは使ってしまったというのに近いことでございまして、特に何だか意図したのではございませんでした。質問なんですけど、ちょっと整理をしたいんですけれども、これは許可ではなくて届け出制にするということですよね。で、届け出があってから30日以内に、届け出の内容の妥当性をレビューして、するということで、ダメだった場合は連絡しますということですから、その30日間はその設備についての設置という作業自体は始まらないという考え方です。それでも同時進行ですか？基本的には30日間は作業できないということになります。ただ、これ設置許可申請のものでございます。この後には工事計画認可という手続きがございます。いずれにせよ工事は始まりません。はい、わかりました。2点、1つは確認なんですが、3の丸1のところの一番下に、プールの共用化というのがあるんですけども、これは初めから共用法で作っているプールという意味ではなくて、1号機 のプールに2号機のものを入れるという、そういうことですか？はい、そうです。実績あるんでしたっけ、今まで。そういうかなりの数ございます。そうですか、はい、わかりました。
で鑑識貯蔵は今あの共用始めたら共用施設なんで別にここでこだわる必要はないということで入れてないという理解でよろしいですね。ちょっと確認しなくてなりませんが、鑑識貯蔵も乱暴用の液を入れる鑑識貯蔵というので許可を取っている場合があるんじゃないかな。あ、だそうすると同じことですね。それも扱いとしては、はい、あの仮に乱暴用としてあの許可を取っていれば共用化するためにはあのその許可は変更しなければならない。わかりました。でもう1点は丸2の方なんですが、これがちょっとあの私にはちょっと消せないなという感じがしまして、というのは具体的な使用取り付け方法等を規制委員会が明確にした設備という形になっていると。ということはあのいわゆるその設備の変更をしたときに安全性への影響なり何なりは全部規制委員会がやりますよというふうに私には読めるんですが、実際そうなんですか。あの具体例として考えている浜岡の場合はあの撤去だったもんですから、これがなくなったらどうなるかっていうぐらい の, あの観点でしかなかったんで、比較的簡単にできるなという意識はあの認識はあるんですが、実際にそうではなくて逆に今度負荷する場合とか変更する場合が出てきたときに、 そこまで規制委員会が全部その用意するべきものなのか、やっぱりそこは事業者がやってそれを確認するっていうプロセスでないと変なんじゃないかなって気がするんですけども、そこのところをこの文章の意味がどうだっていうのがちょっとよく見えないなという感じがするんですけども、あのこの記載をあの入れさせていただいた趣旨は、あの事故等の対応の場合にはできる限り早くあの作業していただく必要があるだろうと。でその場合あのどういう条件をつければあの早く進められるだろうかということで、あの、まあ、規制側の方であの何らかの条件を全てきちっと決めたものであればあの届け出ということにできるのではないかと。そうすれば手続き早くできるのではないかと、そういう発想で作ったのということです。ちょっと補足しますと、ご質問でまずこれは事故対応です、はい、で事故対応は当然のことは原因と対策防止対策を事業者がまず検討させます。それでその妥当性を規制当局が確認をするということはまず大前提としてございます。ですから対策防止対策とまず事業者の上でが評価した上で規制がこれでよしということをやります。でそのさらにその上でですね、水平展開といいまして他のプラントにもそれをこう展開していくということになります。そうなりますとその再発防止対策は事業者が評価し製造機構の長期妥当性を確認したものになります。それをもう一度水平展開いたしますので、ある程度実績の妥当性は、評価できていると感じるものでございます。したがってそれを、水平事故に対する水平展開ですから、先ほど山中さんに申しましたある程度迅速性を持って対応されることが必要でありますから、したがってやり方方向性の事前の基本的な考え方が確認ができたものを大前提としてそれを水平展開させる、それを実現するために変更許可でこの方向性がきちっとあの合致しているかどうかというものを確認をするということでありますので、一つ一つを全部一から積み上げるものじゃ価値がないということで、あの届け出の30日以内で評価ができるんではないかというふうには考えております。すみません、あのその事故対応だということでその時間を決めてやりたい、これは非常に重要なことだと思うんですけども、あの実際にその事故トラブルが起こったプラントは原因究明対策でももうある程度その起こった段階できちんとやってるんで、そこは多分問題ないと思うんです。まあ、問題あるのは水平展開をするその相手先っていうか他プラントであって、で必ずしもそのプラント他のプラントが同じような設備を持っていても周辺状況が違っている、使い方が若干違うとかそういう問題が出てくる可能性あるわけですね。でそうするとその時にその30日以内でねやらせるっていうふうなことを やらせるっていうかそういう制度で見るのが本当にいいのかどうかというのは少し気になるところなんですね。だから ある意味これは原則としてはいいのかもしれないんですけども、その必ずしもこうではないというその枠っていうのをどっかに作っておかないとやっぱりいけないのかなという感じがします。あのこれについてはあのちょっと表現の問題もあるだろうと思うんです。あの具体的な使用取り付け方法等を明確にした設備についてという書き振りがふさわしいかどうかというのはちょっと私も問題があるのではないかと思ってますし、渡辺さんのおっしゃるようにあの多分に水平展開にしても、プラントバイプラントで、事情の違いというのの違い方の違いがあるだろうから、ケースバイケースだと思うのであのこれだけで対処という問題のものではないだろうと思いますけれども、ですからあの、これは基本的にあの
これで対処できるやり方もあるだろうし、別途その申請してもらって、それをきちんと確認してというやり方もあるだろうし、それはただ制度の上においてこういうケースはこう、こういうケースはこうというふうにしておくのは結構技術的に難しいだろうなとは思います。ご指摘踏まえて、さらに詳細検討したいと思います。2点あるんですが、先ほど30日の件ですけども、一般的に言ってこれまで、変更許可の申請があった場合に、許可されるまでの期間というのは30日をはるかに超えるような期間であったということでよろしいですか。はい、これまでは原子力安全委員会とのダブルチェックという制度もございましたので、長かったら 2、3 ヶ月はかかっていたというのが現状です。届け出にするということは、正しいかどうかということがほぼ明らかなものについてのみということですね。先ほどの委員会からあったように30日間実施できないという逆側のこともあるので若干気になった期間ではありますけれども、現実的にはそれほど長い期間ではないと思っているんですね。もう一点は今の件なんですけれども、一般的に言って、変更というのは危険ですよね。ご指摘あったときにあったように全く同じものでも周辺の状況によってですね、いろいろありますので、もしこの丸見えやるんであるならば、こういう適用条件を合致しているとかいうような、対条件付きで指示をした方がいいように思います。これもどこまで考えるかが難しいんですよね。全く同じものは全然違う仕向け地で、いろんなトラブルが起こる、日常性が起きているわけであって、どこかでよかったかといって、それそのものがいいと限らないということが。変更というのはアメリカのエラスとかね、ザ・エネミー、ザ・ベータイ・エネミーをより良いこと、良いことできたというふうに言っているわけで、良かれと思ってやったこと自身がですね、いろんなことに副作用生じる可能性があるわけで、ここは慎重に指示をしたらいいかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。ご指摘を踏まえていただきました。それから先ほどの30日の件ですが、法律上は30日を短くするということも対応可能になっています。届け出を出して、分かったよってことは早く出しちゃうとも可能ですか。判断ができれば、できればことは可能です。でも、ここにはそう書いてなくて、自然に30日待ってなきゃいけないように書いてあったので、と思って。申し訳ないです。法律の条文上は30日。さんも同じことを求めています。30日に質問聞くように申し訳ないんですけれども、我々今後の検討として対象を確定していかなきゃいけなくて、その技術的な問題というよりも、おそらく役所のですね、確認手続きの法律性に多分直接その順位してかかってくるんですけども、そのあたりは要するに我々は技術的に見てなんだっていうのじゃなくて、その行政の基準の話として30日がもう、これから提案されてくるその事象に対してはどうなるかというのは説明になるかですね。努力させていただきます。よろしいでしょうか。それじゃあ次の項目に移させていただきたいと思います。はい、それでは続きまして資料 1-3 三方式認証について説明しております。検討事項としまして、各所に具体的な対象基準を設けて、今般の法改正によりまして、型式認証の対象は、格納容器、非常用電源設備、その他の発電用原子力設備にかかる機器、または機器のうち、原子力規制委員会規則で定めるものと規定されているところ、新安全基準への適用、対応に有効な機器を原子力関連委員会規則で定めることとされます。上記方針に基づきまして、シビアアクシデント対策にかかる基準の検討状況を踏まえまして、非常用電源設備、非常ディーゼル電気、ガスタービン電気、蓄電池と、性的な可燃性ガス濃度制御設備、採血の装置なんですけれども、フィルター付きベンチ設備、ないしはその構成機器を原子力規制委員会設備で利用する。このほか、新安全基準への対応に有効で、型式認証制度に盛り込むべき機器を検討するということになります。各国の審査の在り方でございますけれども、型式の認証によりまして、設置権変更許可申請、工事計画認可申請における審査を重複して行わないこととするため、当該機器を取り付けた際の安全性に関する説明書の提出を受けることとし、その審査を行う。
また、工事計画の一部に相当するものである形式指定にありあっては製品制度における品質性等の審査に必要な品質性に関する説明書の提出をということです。この件に関すべき事項はまた同一形式や他範囲を検討することを考えています。次のページをめくってください。2ページ目でございます。検討の進め方でございますが、本日ご検討いただきたいことは対象選定方針、形式の分類方針、申請書の記載事項、審査方針、今後の検討事項としましては、対象で対象金の形式区分、各対象金の申請書、記載事項、審査方針を3ページ目を見てください。検討事項に対する考え方、深くつきまして、形式分離の基本方針でございます。形式証明につきましては、機器の基本的な構造や性能の組み合わせにより、同一と認められる設計を同一形式とする。具体的には、認定書の記載事項において、機ごとに定型化した特定の所見の組み合わせが同一であれば、同一形式として区別し、その区分内においては、同一の安全設計として扱うこととし、次に、形式指定でございますが、機器そのもの、すなわち正規認証を行うものである。そこから、申請書に記載を求める詳細な設計レベルにより、特定の所見と組み合わせが同一であることに加えまして、正当性の同一性、さらには品質性を要件とした上で認証するということでございます。ちょっとイメージとしまして、10ページをお開きください。形式証明と形式指定の関係で、イメージとお示しするんですけれども、外枠に形式証明、これを基本的なところで押さえた上で、その基づきまして、形式指定をそれぞれ取るというものを確認してございます。元に戻っていただきまして、3ページをご覧ください。対象機器の選定方針、で、機能用機、常用電源設備、その他の発電用原子炉設備、各機器または機器のうち、安全の向上に資するものということとしまして、原子力規制委員会規則を定めるものを取っていただいたと。特定機につきましては、ポジティブリストに、限定列挙するということし、当初は新安全基準の対応に有効な機を定めるという考えでございます。次、4ページを見てください。4としまして、検討事項、形式証明です。特定機の組み合わせ、設計の組み合わせごとに、設置許可の基準に適合しているものについて、形式証明を実施する。で、許可変更とか申請に関わる審査時には当該証明、非証明の部分については審査の証拠を排除で、12ページをご覧ください。参考としましてホームページに効果というのをお示しございますけれども、許可申請に先立ちまして、形式認証で、形式証明を受けたもの、これについては変更とかについての、を審査期間、重複を下げる。合わせてここで、形式指定を受けていれば、許可後に受けます、詳細設計段階、工事決議というものについても、審査の重複を下げる、排除するということを考えています。4ページにお戻りください。ここで対象機器となりますのは、ここに示してございますけど、繰り返しになりますので、承諾いただきます。審査事項としまして、申請書記載事項でございますが、現在考えておきますのは、おりますものは、設計方針、申請された特定機器の基本的な使用書件、それから、技術基準、適応性に関わる、それから、特定機器を取り付けるとか、原子炉施設の範囲の妥当性の説明、それから、特定機器を取り付けるとか、原子炉施設安全評価だということを考えております。下に名前注釈がございますけれども、特定機器を取り付けた原子炉安全性、耐震性等の評価ということにつきましては、当該型式証明を運用して申請される施設の特別設計によることがございます。型式
地域認証においては対象としている原子力施設について崩落制御した想定プランについて評価を審査しました。特別原子力施設の安全審査において当該原子力施設の耐震性の崩落性や安全基準からの逸脱がない安全審査と考えています。次に5ページ目をご覧ください。上場ディーゼル発電機を例としました記載事項をここでご紹介しております。それであります地域発電等対策機器につきましては、これの基本等が発電しております。ここでその設計方針それから使用仕様その他には、下に星マークが2つありますけれども新設の提供とする原子炉施設の範囲、それから原子炉施設の安全評価と、それ実際に期待を検討中でございます。6ページを開いてください。6ページは非常に重要な例とした記載事項のイメージ。右側の四角で囲ってある四角の表でございますけれども、これは現行の設置、現行許可申請の内容で、本部の記載事項と政府所に記載される事項というものです。それから左側では型式証明の申請書というものをイメージしたもので、これが記載されたものと7ページを開きます。次には、検討事項ごとに型式の指定でございます。設計の型式証明を受けているもののうち、公式分析機関の臨床基準的要件や適宜性を有するものの型式について指定をするということで、これは公式認可申請か審査時に当該的指定部分については審査の承諾を配布で対象者としては検討でございますけれども、審査事項としましてまず申請書記載事項となりますが、特定申請特定機の構造性能それから特定機構造添付書類としましては審査事項説明が今日の認証書に関する説明とそれから特定機器を取り付ける実際の原子力安全性に関する説明や便性を有する関する説明性ということについてもで、都市マークにつきましては中にありますけれども、現行の公式計画申請の際に提出に加えて本部において新たに提出を課すことを想定しております。8ページにはこの指定にあたりますその基本を記載するイメージというものを記しております。これは一番下でございますけれども、説明がありますけど、現代インスペクション、それから工事設計工事段階に品相性の議論を踏まえて、検討を進めます。9ページ目でございますけれども、よくしまして、被災者への調査事項としまして、新安全基準への対応に有効な機器を対象とする場合、常用電源設備、特定的な可燃性ガス、濃度、制御設備、フィルター付き電池設備など、船の機能申請が想定されるため、電力会社のメーカーから聴取を設定したいと思います。説明は以上でございます。はい、お気づきおさえございます。ご質問です。具体的な対象機器なんですけれども、これはテストのことで使われているのがあるんですけれども、これは具体的な製造会社さんとしては、海外のものを考えておられるんですか？法律上、海外の仕事を使った企業なんですか？そうしますと、例えばこういう文章類とか、規則とかそういうものも映像にされているんでしょうか？例えば結構今までの規制って国内だけで完結するようなところがあって海外に組織が入ってくるようなところがなかなかあってですね、それが安全規制でもちょっと国際的なものと対立してくる、一つの要因でもあったかもしれませんが、こういうところで海外の組織が関わるようなことがあると、いいのかなと思いますけどね。いかがでしょうか？残念ながら申請書類は日本語にしていただく必要がございます。従来の燃料体の設計では海外のものが入ってございます。それも申請書類は日本語にして出していただいているというふうに思います。じゃあ英語は作る予定は日本にはない、日本語で全部やっていただくというのは現時点で考えてございましては日本語でやっていただくということです。
3つの対象に具体的に選んでらっしゃるポイントといいますか、他に何かあることを考えるときの考える視点みたいなのがあるじゃないですか。こんな観点で重要、こんな観点でリスクとか言われるですよね。これの3つは今回の事故のことを考えた場合に、まあ、致命的だったというふうに思われるところに近いというのがあると思いますけども、全然別の事情で何か起きた場合ですね、別の事情があるかもしれないので、どんな判断をされてるように認識されているのか、そういうことを伝えたいのが1つはですね、その型式 の, その内容というか、まあ、ステップですかね、ついての議論というのは別のところでやってらっしゃるんですね。例えばいや、ここに主にイメージでは機能性能のようなことが書いてあるんですけども、実は、どういう条件でどのくらいの信頼性を保持するかとかですね、あるいはどういうふうに維持されてなきゃいけないか、後ろ状況ですか、メンテナンスの状況であるとか、いろいろこういざという時に働くようになっているかどうかとか、働かない場合のバックアップどうなっているかとかですね、さまざまいろいろ気になるところがあるんだけども、そんなことについては別の委員会なり検討チームなりが、しかるべきその形式というか、まあ、設計指標を決めているというのを持ってよろしいか。まだ対象の選定でございますけれども、法律上は限定されたものにはなってございませんので、安全性の向上に一致するものであれば対象になるというふうになっています。それで今回につきましては、今先生がご指摘ありました通り、シビアアクセント対策として今私どもの方で想定できるものということでここは例を挙げさせていただいておりまして、対象としてさらに何かあるかどうかについては、最後のところで非規制者に対する調査ということで書かせていただいておりますけれども、もしあればそれは聴取した上で検討の方法に寄せていきたいというふうに考えております。それからスペックに関してということで、まず基準についてはシビアアクセント対策基金として今基準の検討別途進んでございますので、そちらの方の基準を踏まえた上でこちらの審査の方には反応するということになるかというふうに考えております。それから保守の状況、それからその他のシステムとの関係については、今回はこの型式認証で許可できる範囲は許可をいたしますけれども、全体の原子炉システムの中でのこの型式認証を得た施設の安全性については本体の方の設置許可申請の中で、全体のシステムとして働くかどうかについては審査をするということで、この型式認証においてはそのうちの一部のパート部分、これだけを審査をすると。で、先ほど先生からご指摘した保守の状況みたいなものについても、保守のやり方については設置許可、保守計画が終わった後の法案規定、その他の段階で起きて規制の方で、やるということになると考えます。例えそれがパートアップとしても、それがでもアベラブルな使えるようになっているという状況を担保するために必要なことってありますよね。例えば自然に劣化するようなものであるならば、それがちゃんと劣化しないようなものであるとか、定期的に記録されていることであるということですね。であるとか、それからあるそのシビアな条件の中で使われるとした場合にも、働くようにするための何らかの結構機構になります。センサーなんかの場合は結構その考えなきゃいけないので、山ほどあるので、その点のことが初期のその機能とか性能の中に盛り込まれていくかっていう観点でした。全体としてももちろんやられるように思ってます。大変重要なご指摘で、申請の中身をどこの範囲まで審査をして許可をするのかというところが大変重要だということで、ご指摘なので許可していただきます。その点も前で検討されました。ついでにもう一つ、今回の福島の件で私たち随分その非常にショックを受けている状況でですね、いろいろと考える際に、あのような事故が二度と起きないようにというところに、その焦点を絞りすぎると狭すぎるかもしれないなという危機は時々感じます。あのことを考えて、もともと設置されているものそのものが機能を阻害するようなものとしては、一般にどんなことがあり得るんだろうかということをやっぱ考えることを、あの事故を横目で睨みながらですね、見るような癖をつけていかないといけないのかなと感じます。特に分析一位が何かあるというふうに言っているわけじゃないんですけども、まあ事業者がいろいろヒアリングすることっていうことかもしれないけども、時にあまりにも視野を狭めないで考えたらいいかなと。
今のご指摘は基準の方の検討にも、はい、あのインプットできることかと思いますので、あの共通付けたいという担当でございますので、あのそこでも考慮の中に見ようと考えておきたいと思います。説明ありがとうございました。2点ですね。1つは、まあ、考え方によっては、あのじゃあ認証がいらないものというのはどういうものか、あとはその考え方によっては、まあ、できるものは何でも認証はいいんじゃないかという考え方もあると思うんですね。でそういう絞り方をどうするか、でじゃあ認証がいらないものについては誰がまあ保証するか、事業者が認めていればそれだけでも例えばいいのかどうかということも、あのどういうふうに考えているか教えてほしいというのがあります。あとは今回の福島事故でやっぱり多様性の確保というのがキーワードになると思うんですね。で多様性の確保というのを考えると、もしかしたら今資金認証はむしろ多様性なくなることになっちゃうかもしれないので、そこら辺は気をつけるのかなと思いました。ご指摘ありがとうございます。あの認証がいらないものにというか、あの認証が取られてないものについては、あの 本体とか本筋の方の設置許可で全てきちんと見るということになるかというふうに考えております。あの多様性の確保について非常に重要な目的ですので、これもあの基準と合わせてということになるかと思いますけども、あのご指摘もらっていただきました。一つお願いがというか注意だと思うんですけれども、その安全指数という一言のもとにですね、やっぱりきちんとした審査がなされないままに、あの署名が進むというリスクについて、あの慎重になるべきだというふうな気がします。手続きが開始されるということについては、あのよろしいかと思うんですけれども、慎重な面が必要だと。あのこの安全指数ということは、安全指数が進むかなかろうが、やっぱり変更ということは大きなことだと思いますので、その点が重要だというふうに思います。それから、あの依然して追加されるということで、もちろんプラスも全部あると思いますし、その設備設計だけでなく、その特定機器を取り付けたことによるそのソフトウェアですか、例えば訓練ですとか、いろんな面のサポートが必要だと思いますので、その側面についても、ある部分、注意が必要な可能性があるんじゃないかというふうに思います。それから、型式とかの証明と審査の方法ですよね、あの設計通りに作られているかというような確認は、最終的な安全審査で、その電力がちゃんと安全に作られるという形で審査をするということではありますが、特殊プロセスなどがなければそういうのもいいかもしれませんけれども、その型式の指定証明 その審査プロセスといったものについても、あのそれが妥当であるかというのを検討する必要があります。ありがとうございます。あの審査のやり方についてのご指摘だと思いますので、あのそれもあの踏まえて、さらにあの検討するかと思います。あの1ページのところでですね、いわゆる対象となる機器というのを委員会規則に提供するということになっているんですが、これはあの内規レベルにするということでよろしいでしょうか。あの設備自体の指定はあの委員会規則。規則ですか。はい、追加するために規則の変更になるというか、はい、そういう理解です、はい、でもう1点なんですけども、あの実際にその型式証明を取りたい人っていうのは事業者ではなくて製造者のはずなんですね。製造者が一番利益を受けるはずなんで、ですからあのアメリカ そのプラント あの DC なんかも基本的にはメーカーが申請をして出していると。でそうでないと一番最初に事業者があの一番最初に申請を出す事業者だけがあのかなり手間暇かかって、2番目3番目は楽になるという不公平感がなんか少し出てくるな。ですからそういう意味では本来その型式認証っていうのは製造メーカーに出させるべきものじゃないのかなっていうのは私の印象なんですが、まあ、多分それはあのいろんなその 法律の枠組みとかそういうもので、縛りがあったりしてできないのかもしれないんですけども、もし可能性があるんでしたらそういう方向での検討も必要かなと思います。からもう一点ちょっと土細かな点なんですけども、あのここに7ページ8ページにそのいわゆる DG の例みたいなのが載っていて、あの添付書類の中に耐震性に関わる説明書というのがあるんですけども、でその他の情報は基本的にはジェネラルなもの、ただ耐震性に関してはむしろこれはプラントスペシフィックなものであって、型式認証の時にもらうっていうものじゃないんじゃないかなと思うんですけども、個別こういうものは逆に個別にそのプラントバイプラントで審査をしなきゃいけないものだと思いますけども、その辺 その仕分けはきちんとやっぱしないといけないのかなという感じがします。まずあのこの型
型式認証の申請者についてですけれども、限定がされていませんが、自動車、いわゆる電力会社が申請することも配慮はされてございませんが、想定してますのはやはりメーカーさんだろうというふうに考えております。それでメーカーの方でこの最初お型式認証を取られたものを実際の設置許可申請、これは電気自動車の方がしてまいりますので、設置許可申請書の方でこの型式認証を、リファーすると、参照するといったような形で活用されるんだろうというふうに想定をしておるところでございます。それから耐震性についても、ご指摘の通り耐震性についてはかなりサイトによって違ってまいりますので、場合によっては耐震性についてはこの型式認証の中に入らずに型式認証を取られるということもあるかと思いますけれども、可能性としてはある程度大きめの地震動に対して設計をしておいて、いくつかのプラントに適用できるような形で型式認証を取られるということもあり得るのかなということで、今回ご参加しました。この8ページのところなんですが、店長にどんな例が書かれているのか、例えばそれから注目を考えると、排水性とかですね、そういうのをお願いします。ご指摘ありがとうございます。この制度、考え方なんですけれども、継続的な安全の改善、その改善をのインセンティブを与える一部ではないかというふうに認識をしています。例えば安全性向上のための評価の中で、自分たちが交流設備を導入して安全性向上を図るという、そういう、提案が出てきた場合に、それが頼りにできるというようにする必要があるんじゃないかというふうに考えています。で、先ほどご評価もありましたように、その対象規定を規則で記載すると。で、先ほど言いましたように、安全性向上のためにこういうものを導入したらいいんじゃないかというものが、入ってないためにできないというようなことが、今ないようにしなくてはいけないので、この列挙し対象機を列挙するというところが、常に見直されるというか、固定化されないというところが厳重な点であるというふうに思っています。そういう意味でやはりもちろん水川先生がご指摘がありましたように、変更というのはリスクを伴うので、そのネガティブな効果というのはきちっと評価しなきゃいけないという、それは当然のこととして基本的には継続的な改善を後押しするような形の制度にしました。今平野さんがおっしゃったように、対象機器に対してその加えるべきものがですね、またその、言葉は悪いですけど、制度が硬直化しているためになかなか加わらないというようなことはあってはならない。ですからその、規則にはするものの対象機器に関してはその常に継続的に見直しがされるべきだと思います。で、一方内規ではなくてやっぱり規則にするというのはそのどういった対象機器が型式認証の対象になるかというのはやっぱり非常に重要なことであって、型式認証といえばご承知のように例えば燃料体等が障害物では一般的に頭に浮かぶわけですけれども、燃料代など例えばその、BWR であれば従順の燃料を入れるということは同出力で使えば選出力が下がるのでそれだけマージンが大きくなる、ある意味では安全の、この回収力に書かれている、安全の増進につながるわけですけれども、そういったものを対象としていくかどうかというのはやっぱり改めてきちんと議論すべきものなので、そういう意味ではその継続的に常にその対象機器に関しては規則といえども見直しのチャンスを持っていくべきだと、一方でそう簡単に対象機器をその広げていいというものではないので、規則にするという制度設計だと私は思います。2つ目は1つ目は今平野さんが質問されたまた話なんで注意します。2つ目はちょっと分かりましたんですけども、対象設備として例えばガスターミン発電機といっても、一応本体はあるんですけども、その周りにいろんな設備がたくさんあって、
それで一つの発電が構成されているわけです。というわけで、どこまでを正しく分子量の範囲にするかということは明確に定義しないと、後で問題が起こる気がしますので、それだけちょっとご注意ください。ありがとうございました。ご指摘を踏まえていけます。よろしいでしょうか。それでは次の項目に移らせていただきます。それでは続きまして、お手元の資料 1-4 設置許可申請書における添付書類の本文記載事項に確認についてございます。1の検討事項でございますけれども、設置許可申請書の添付書類が本文確認する事項についてで、今回の法改正に伴う事項が追加されたということで、先ほどご紹介した通りでございますけれども、丸1におきます発電用原子力施設における放射線の管理に関する事項、これは改正特性法の条文に基づいてのもの、それから丸2としまして、発電用原子炉の炉心の著しい損傷、その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項、ここもこれにつきましても、申請書の記載事項15であったもの、これを特性法の改正、特性法のこの条文に準拠しているわけです。このことから、従来の設置許可申請書の添付書類として提出されていた以下の書類の記載事項のうち、許可申請書本文の記載すべきものを検討するということでございます。先ほど紹介いたしましたとおり、丸1の添付書類9に示されているもの、丸2で示しています添付書類10に示されているもの、そういったものから記載事項を検討するということでございます。次のページを検討の進め方でございますが、本日の検討事項につきましては、許可申請書本文に記載する事項の選定に関する基本的方針、それから添付書に記載する事項の基本的方針、括弧2としまして、今後の検討事項ということで、許可申請書本文に記載する事項の具体的構成、また添付書類に記載する事項の具体的構成といった順にお願いしたいと思います。3ページ目を開いてください。検討事項に対する考え方が、各地設置許可申請書の本文と検討で記載する事項の整備に基本的考えとして丸1でございますが、今回の改正により追加されました申請書記載事項以下の通り整理して考えたいということでございます。まずその1つ目の丸でございますけれども、発電用原子炉設備放射線の管理に関するの内容が、発電用軽水型原子炉施設主源の線量目標値に関する指針に適合していることを判断するために必要な事項としまして、原子炉施設周辺の線量の評価にあたって設定する条件、判断基準に適合すること、2つ目の丸としまして、発電用原子炉の炉心の著しい損傷、その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設および体制の整備に関する事項の内容が、発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針に適合していると判断するために必要な事項としまして、安全評価にあたって設定する条件、判断基準に適合していることといったものをお考えございます。丸2としまして、添付書類の記載についての考え方でございますが、本文に記載すべき事項から、条件から評価結果を統一する過程、解析結果といったものとしまして、下に書かれてございます3つの点、コツでございますけれども、定義、原因といったとか、プログラム、計算式、それから同質化という解析結果というものでございます。4ページ目をご覧ください。設置許可申請書に記載する事項の基本方針としまして、申請書記載事項9号関係に関する放射線管理に関する事項の記載事項としまして、原子炉施設が敷地周辺の一般講習および放射線業務従事者の放射線防護の措置を講じた設計であること、並びに通常運転時における施設周辺の一般講習における放射線量を合理的に達成できる限り低くするための措置の妥当性を確認するため、本文および添付書類の記載事項を以下の通りとするということで、申請書本文記載事項としまして、発電所から放射線規格を合理的に達成できる限り更新による遮蔽設備、換気空調設備、放射線管理設備および放射性廃棄物処理施設等の設計運用、
それから次の丸ですが、放射線被曝を合理的に達成できる限りするための管理区域の設置等の作業環境の整備、放射線業務従事者の被曝管理、周辺監視、次の丸ですが、放射線周辺監視区域の設定と当該区域における立ち入り制限、次の前に行きますが、液体放射性廃棄物放出について発生予定水害で原子力周辺の線量目標値に関する指針に基づく線量目標値の達成を可能するための法律管理、これに対するその添付書類の記載事項としましては、ここに示しております、指針で、要求されております、その基づく指針に基づくその気体廃棄物の推定放出量など、こういったものを添付書類として示すということを考えてございます。次のページ5ページをご覧ください。次には陰性症気体事項10号関係としての事項に対処するための設置に関する事項本文の記載事項でございます。安全設計の基本方針の妥当性に関する評価等が、判断基準に適合していることを確認するため、本文および添付書類記載事項を以下の通りということとしたいと考えています。申請書本文記載事項としては、運転時の異常な妥当変化および事故に関わる解析結果の妥当判断基準に対する評価としまして、運転時の異常な妥当事象としてここに使われていますけれども、その他事故として、この下に挙げられております電車自体の喪失または余震冷却状態の心身変化に至る事象の判断基準、行政に対する評価などを考えております。その下には重大事故、仮想事故に関わる解析結果の立地条件に関する判断基準に対する評価というのもございまして、これにつきましては現在別途行っております新安全基準における、立地評価指針の扱いといったものも検討がなされとなっておりますので、こういったことにこうした形で、取り扱いを決めてまいりたいというふうに思います。添付書類の記載事項としましては、ここに書いてある3つ、同じようなもの、同様のもの、9号と同様の考えの定義、原因、防止対策、それからプログラム、計算式、防止対策、キャッシュ結果といったものが書いてあります。6ページをお伝えください。以下としまして、被災者の調査事項でございますけれども、BWR 設置事業者、BWR 設置事業者および JEA に対して実施するということで、現時点における設置許可申請書の添付書類に記載内容について、添付書類の内容本文記載等事項をする際に、最新の状態を記載するとした場合、記載内容を変更する必要のあるもの、例えば今まで ICRP という勧告について選別許可本文の本文記載するということもございまして、どのような内容についてどの程度あるのかということ、またその解析許可のため前提条件を本文の記載事項とした場合、今後設置許可変更手続きを必要とする項目にはどのような程度を記入で発生するこういったことを確認しようと思っております。まあ、これらは我々審査、今後審査をしていくといったことがありまして、まあ、その審査対応、十分な対応を図るためにどのぐらいの業務量を達成するかという観点がこのほか、お手元には、参考資料がございますけれども、第1回参考資料を配布させていただいてございます。この中に資料としてご案内させていただきましたけれども、参考資料の 1-5 では、添付9書類に記載との仕分けに、それから参考資料 1-6B としましても、添付10記載等の仕分けに見られる。次では C-6-B の添付10の PWR イメージ、それから1-7に関するこの中の一部を添付10の一部を取り出した少し詳しめな形のイメージとしまして、原子炉、発電原子炉の震度地震損傷その他の事故発生した場合における障害事故を対処するために必要な設備、対処に関する被災事故のイメージといったものを添付させてございます。こちらはちょっと変えるようになりますと省略してありますけれども、そういったものをイメージしてございます。普段B と BWR、PWR といったものを紹介してございますけれども、文字なども同様なものをイメージしていて仕分けといったものが必要というふうに考えてございます。詳細は説明以上でございます。はい、多少細かくなってございますので、こういった方向で作業していいかどうかというところでお気づきの点ございましたら、ご指摘いただければというふうに思います。
解析といいますか、シミュレーション関係を、まあ、本文化していくといいますか、重要分なことであるというふうにしていくのは、まあ、これいいことかなとは思います。で特に福島のところでですね、東大関係で、まあ、問題ですし、いろいろ津波そうです、ね、問題がありますし、ソフトウェアの品質というのは、極めて重要かなと思いますけれども、ね、一点その、先ほど認証制度で、ハードだったんですけれども、ここで使うソフトウェアについては、まあ、先ほどになるかもしれないんですが、ハードだけでなくソフトウェアについてもこう認証していくという、そういうことについては、関係あれば、いかがでしょうか。ソフトとおっしゃったのは、解析をするためのソフトという。実際に異常な型変化とかを解析するためには、まあソフトウェアで解析するわけですけれども、その計算結果の品質ですね、極めて重要かと思います。それについてはですね、従来トピカルレポート制度というものを用意をしておりまして、ハードについてはこれまで審査をする仕組みが、今回入るまで審査をする仕組みはございませんでしたが、ソフトウェアの品質ですとか妥当性についてはあらかじめこちら従来の保安委員の時代でございますけれども、そこで評価をするということをやって、でそれで報告書をまとめたものを申請の際に理解していただくといった、そういう対応はしてございまして、そういった対応については今後も引き続き進めていただくというふうに思います。今のトピカルレポート制度に関してなんですけども、分野の位置づけは、なんで行政サービスという位置づけだったと思うんですけど、それをもう少し、公式認証のような形で書く、何か書くわけですか、そらして。ということは、というか考えられないでしょうか。型式認証自体は、ハードウェアについてということで、法律でも設備についてということになってございますので、この形認証の方にも世代の設備に研究されておりますので、トピカルレポートは従来通りという形になるかと思います。申請の本部に書かれているか、添付書類であるかによって、申請書類や申請として、それから申請の内容を審査するときに、何が変わるんですか。心意気を示すというか、重要だということを示すためなら、それとも技術的にいいですねとか、全然違うことを言うんですか。全然違うとした場合ですね、そうするとですね、参考資料のところの 2ページに、なんか記載事項の表があるんですが、例えばですね、添付処理のままでいこうとしている5番とか6番とか8番とかいうのは、考え読みによっては結構重要なんじゃないかな、ごめんなさい、間違えた8ページだ、すみません、参考資料の8ページ、現行の設置許可申請書の記載事項というわけで、先ほど90を左側の方に行くという感じだったんですが、右の方にある5、6、8なんていうのも、利用によっては結構重要だなという感じもするんでですね、どこが違うのかなというのは、ちょっとこう、教えていただきます。すみません。設置許可の本文が許可の対象ということになっておりまして、従来の利用は。したがって、本文に書かれている通りでなければ、設置許可に違反をしていると。添付処理はあくまでも設置許可本文を説明するための材料ということで制御されてございまして、したがって現在の添付処理についても基本的には説明するため、本文の書かれている事項を説明するためのものになっている。ただ被爆評価ですとか安全解析についてはそもそも解析の内容についてきちんと本文として許可の対象にする必要があるのではないかということで、今回本文化ということが行われたということです。そうすると、申請するときに、こういう価値観とかこういう基本的方針で、設計すると考える、これを具現化する方法の技術オプションがあるけども、こんな根拠でこれを選んだと、
それを具体化したものはこれ内容なんだというような流れがあると思うんだけども、頭の方は添付の方に置いといて、で結果としてこうなっていることを示すというのが今のスタンスなんですか。はい、あのその通りです。そうですか。普通のその色の設計やら考えるときだと若干違和感ありますね。要するにね、何かあるところを技術的な意味を変えようと思った場合、それが一体目的として何を変えようとしているのかということ のトレーサビリティ、意味論的なトレーサビリティです。こういう要求内容、こういう制約を具現化するにはこうなってなきゃいけないという目的から次第の展開、実現した展開がどうつながっているかということが非常に重要だというふうに設計で思っているんだけども、その結果としてこうなっていることを許可するということなんですね。変更というのも同じことが起きるんですよ。ここを変更すると結局何変えることになるのかと分かってないと、先に言った副作用といいますか、落ちてしまう可能性がある。あるいは、このことを変えるためにはこうなってなきゃいけないという論理性ですね、これをちゃんとしてなきゃいけないと思うんだけども、そこは、だから一応切れることになるんですね。現在の設置局は、申請書の整理はそういう形になっております。で、なぜこういう設計になっているかとか、そのあたりの考え方については、ちょっと今日は今後の課題として残しておりますけれども、そこで安全評価、そちらの方にこういう考え方でこうなっているというようなところの文書はきちんと整理をすることになるのかなというふうに思っています。ちょっと、しつこくてごめんなさい。そうすると、例えばこの申請書書くというのは本文の方に書いてあって、この結果、こういうふうに導いた根拠は、いつが添付書にこれ書いてあるようなというリファーがされるんですか。もちろん説明文書として添付文書がついておりますので、本文の書かれている記載事項を説明するためのものとしてはリンクがある。これで根拠はここにあるんです。こういう気象条件、こういう条件だから、この下のところに書いてあると取れました。ですので、実際の安全審査の際に、これは従来のシステムの下でですけども、規制行政庁に対して説明をするというのは、説明時間の非常に多くの部分はむしろ添付文書で、添付文書の方の説明をして、添付文書の方で行っている評価が妥当であるから、結末はこうなっていますというような構造になります。ですから、時間的には、確かに本文は、その重要度において本文で縛ってはいるんですけれども、実際のところ審査のやり取りのところで説明にかけているというのは添付文書にかけているというのは相当な部分になります。でそれからこの制度添付文書を本文に持っていくことのメリットの一つというのはですね、例えば申請する側からしたときにその新知見や新技術によって解析の前提なりによっても少し変わってですね、解析の部分だけが結果は変わらないけど解析の部分が変わったときには添付文書だけの変更になるんですけど、添付文書の変更って受け付けてくれないんです。本文の変更に当たらないから。でこれは実は申請する側からするとですね、面倒な安全審査やりたくないという考え方はもともとあるけれども、継続的な改善から言うと、申請する側が新しい技術を身につけたり新しい技術を導入したときに解析をもっとアップグレードしたい、結果は変わらないんだけど添付文書を変更したいというような意識を持つことはある。ところが本文変わらないんだったら本文変わった時にねって言われてしまうので、ですからその今回特に重要な例えばその添付文書の重であるとかその事故に関わる安全評価のようなものに関しては本文にきちんと、格上げしてというそういう意図があると、これは私の理解ですけど、はい、あとそれに加えてになりますけれども安全解析の際に設定している前提条件というのはその設備の運用法のところでの条件になるということになりますので、公団規制でありますが、保安規定ですとか、そういうものを認可する際に、前提となっているものがしっかりと本部に書かれているということが必要になってまいりますので、今回はそれを本部に挙げて、解析の条件になっていて、それを運用のポイントを守らなきゃいけないものについては、きちんとした許可に働かせるという形で整理を。今、山田課長が言われたことが一番重要なものなんじゃないかというふうに感じてるんですけども、以前、多分 IAEA の、IRS ですが、日本は許可条件が明確になるというような、あるいはそういう許可条件が明確になっていないというような指摘を受けた記憶があるんですけども、この添付書に順に記されている解析の、解析条件が一番重要なんじゃないかと思うんですけど、その解析条件そのものが
その約束に、今このご説明の約束になって、その範囲内で、入院されるということだというふうに私は理解しています。で、そういう意味では、解析条件が重要なんだろうというふうに思ってんですが、3ページを見ると、3ページの一番下のところに、障害症の定義とか原因とかどう書かれたりとか、解析結果とか書いてある、解析条件というのがないんですけれども、その、解析条件そのものが約束条件、約束になるというところを少し表現していただければ、意図が明確になるんだという感じがします。ちょっと表現が不十分だったかもしれませんが、安全評価に合わせて設定する条件というのを本日に書いてございますけれども、これは今ご指摘になられたことを想定をして書いていくことです。その上で、はい、すいません、今の話ちょっと関係するんですけども、解析結果そのものは添付にある、で適合性の判断の部分だけが本部に、非常にその分かりにくい形態になるなという気がしましてね、解析結果がなくて、本文で適合性だけ見てると、なんかその適合基準だけの説明をしてるんじゃないかとか、そんな感じの文章が出てくるような感じがしましてね、解析結果について全部書く必要は多分ないんだろうと思うんですが、やはりその解析結果の一部っていうのは僕はきちっと本文に示しておかないと、適合性の判断の根拠になる部分ですので、一つの文章の中に入れておくべきだと思うんですけど、ご指摘あるちょっと工夫をすべきところだというふうに我々も認識をしておりまして、解析の結果だけが変わって、数字が少し変わっただけで、それをすべて適応化変更の手続きに関わらせる必要があるかどうかというところをちょっと危惧をしておりまして、そういった関係で適合していくことが判断できる範囲のものは本部に書いてもらうと、その、各中身についてはちょっとこれから工夫ができるかなというふうに思っていると。ご指摘を踏まえて少し考えたいです。現時点でその本部に書き上げ、掲げする項目と添付のままに残しておく、仕分けの、これから作業に入るということで、今の時点でですね、これがどうかっていうと、このコメントはまず早いようにするので、これは事務局の作業を言っていながら、ただ私の専門としている被爆教官ってなんですけど、今まで改定があったというような、基本的なところではなくて、単価定数の変更とかそういうところなんですね。結果を挙げてみたらですね、そんなに変わってないというのは、むしろ占領という概念と、占領が意味するものが変わっていると、数字的にはそんなに変わっていないというのは、実は今までの私の中の中身だったんですね。ですので、今回の見直しに関しても、占領、犠牲者への調査項目で、8役員の正しい監督を持って、調査をする、調査はしていただいているんですけれども、その結果としてですね、こういった換算係数の、ちょっとした変更に関して、本文が書かないと、書かなきゃいけないような、そういった方向にはならない方が私はいいと思います。あくまでそれは運用上の線量をどう解釈するかという時代の流れの話で、今まであって、今後もそうです。ご指摘ありがとうございます。今回この9号が本部になった際に、従来ありません添付文書からそういった趣旨のものについてはそのまま自動的に変えていただくという形にできるかどうかということを判断したいと思いまして、犠牲者の最新の調査ということは考えているところでございます。それから今まさしくご指摘いただきました ICRP の形式が変わったことによるだけの数字の変更を設置許可設置変更許可にかからせるかどうかで、先ほど渡辺さんの方からご指摘がありました点とも絡むことかと思っておりまして、ちょっと工夫をこれから考えさせていただきたいというふうに。ちょっと聞き漏らしたのかもしれないんですけど、その SN 対策というか、シビアアクセス対策は、この本文掲げると何か関係あるんでしたっけ、何が言いたいかというと、安全評価は今まで DBA の世界じゃない。で今度その SA 対策を入れた時の評価をやると、でその安全評価になるのか SA 対策設備の性能評価になるのかどっちかよく分かんないん
ですよね、まだね。で、その多分両方ないと本来の意味がないんだと思うんですけども。で、安全評価という考え方からすると、多分性能評価ではなくて、このものを作ったときに今までの基準と比べてどうなのかとか、今後新たに作る基準と比べてどうなのかという議論でしかない。ただ、ものの今度性能評価をするときの部分っていうのは、この中には今度出てこない格好になるんですよね。SA 設備の性能評価。はい、最初にちょっと申し上げたところなんですけれども、シビアアクシデント対策については、別の場で検討している内容をこちらに持ってくるということで考えております。それで、今回ここでご議論いただいていますのは、格上げという言葉を使ってございますけど、すでに存在しているものの振り分けということで、シビアアクシデント対策については全く新しくオンされるものになりますので、そこについては、シビアアクシデントについての設置変更許可ということで、きちんとした審査をして、この中に入っていくということになると。この中というのが、その格上げするして本文化された中に入るのか、新たに本文の別枠としてアドオンされるのかっていう、整理としてはこれまでの自己評価、デザインベースでの自己評価と同じ整理で、シビアアクシデントについても入れていくということで、シビアアクシデントの解析の際に設定する条件については本文に入れて、解析の中身についてとか、計算については添付の方を別に資料として残すっていうのは整理になるだろうと、てかそういう形になるだろうというふうに聞かれました。よろしいでしょうか。それでは次の項目に移ってください。それでは次の項目であります。資料1の方をご覧いただきたいと思います。適用より3段階の品質保証についてということで説明をさせていただきます。1の検討事項でございますが、適用より高段階の品質保証の基準の作成というふうにいたしございます。ご参考まで一番後ろの4ページをご覧いただきたいと思います。会見の場合の関係条項にご紹介させていただきたいと思います。で、過去に書いてございますとおり、今回工事計画の認可の段階に関しまして、認可の基準と一つの中に一つとして、その他の設計及び工事にかかる地域管理工法及びその検査のための組織が規制原則展開局で定める物質の基準に適用するものであることといったような改正がなされてございます。で、この上の1、2というのが省略されてございますが、この点に関しましては従来の基準、すなわちその許可されたところ、あるいは届け出たところ、それからもう一つ2号までの技術上の基準に適用するものであると。で、具体的には省令62号と称するもので、発電用原子力施設に関する基準を定める省令というのがございますが、この部分に関しては従来通り変わってございません。また、今申し上げたとおり、その品質保証にかかる確認ということが新たに加わったということです。で、1ページをお取りいただきまして、今申し上げたようなことで、このため、設計及び工事段階において品質保証にかかる基準について検討するということが発言でございます。で、検討の進め方でございます。で、本日の検討事項といたしましては、その品質保証基準の基本方針、これについてご説明をさせていただいて、ご検討をしてもらったというふうに伺っています。で、今度のこの検討でございますが、この基本方針を踏まえて、品質保証の基準案を作っていくといったような結果を見たというふうに思います。それから2ページ目、それではその検討に関する考え方はどのようなものかということなんですが、冒頭いくつか先生の方からもご指摘がございまして、どの程度のレベルの領域をするのかといったようなことで、冒頭2行ほどで簡単に書かせていただいているんですが、品質マネジメント、原子力安全に対する品質マネジメントは、供与段階、設計、工事段階問わず同様の要求事項が求められるものと考えられるというふうに述べています。で、ここちょっと業界が広いので補足させていただきたいと思いますが、平成15年に原子力規制法に基づく関係省令一部改正されてございます。で、その際に、その共同段階の規制における品質保証が要求されたというような経緯を踏んでいます。で、具体的には、法に基づく法案のために講ずべき措置という措置義務があるんですが、その一つの材木として、法案活動の実施計画に対して、その実施休戦、これを、このプロセス、およびその総務関係は、反映した形での品質保証計画と法案規定に定めるといったような改正策でございます。で、その後、実数、旧、休戦プロセスというようなことで、個別具体的な基準としては、その電気協会に定めた企画でございます。通称 JIC411 といったようなものがございますが、それが、いわゆるその検討という形で、
承認されているということになってまして、で従ってというふうにつながるんですが、許容段階、これは保安規定で適用している品質保証、JIC 4112009をもとに設計工事段階における品質保証の基準を策定することとするといったような考え方を示させていただきます。で加えてということで、 IAEA の安全基準、あるいはその海外の企画もございますが、そういったようなものから、411で JIC411を付着している事項を必要において通過するんだということで、この点に関しましては参考資料のうちの1の8ということで、政治的には、49ページになりますが、諸外国の国政当局といったようなものを一覧にさせていただいた資料をございます。ちょっとご覧いただきたいんですが、例えばスイスですとかフランス、イギリスといったようなことは AA の基準である GSR の3といったようなものを持っていると、こういったような文化にございます。でこういったようなものを含めまして、この今回の基準の策定におきましては、 IAA の GSR の3といったようなものに記載されているものについて横目で流れながらその理解していくといったようなことを考えます。で具体的にはということで、じゃあどういう事項が加わるのかということになりますが、ここでは文字化したものを産業語で書いてますが、後ろのページちょっとご覧いただきたいと思います。文字にしたものだと全体のイメージが分かりづらいかなということで、こちらの現行の JIC411009、この上に今回に実化しようとしているというのを赤文字で記載させていただいています。一つはその安全文化といったようなものを強調すること、それから経営層のいわゆるリーダーシップ、それからレビューといったようなことがあると思います。といったようなことで、その全体の概要の中で、その青色の部分がいわゆるこの P の部分、それから青いグリーンの網目模様を失礼しました。それからその下にある青色の部分、これ10と書いてありますが、その実施の部分、それから黄色の部分がこれはチェックアウトということで、評価改善というようなことになるわけですが、それぞれの段階においてこの赤字で記載したような部分についてのその基準をお伝えしていただくと考えております。それから、というようなことで、全体としては今申し上げたような形で現行の採用期間中の使って一致鉄道の4日、これをベースにその原則施行段階の活動を取り入れて、さらに IDS 等の海外でのというのを取り入れながら必要なものと考えられることについて強調したような形での一致鉄道を伝えていきたいと思います。はい、ご指摘をいただきます。そうすると、決算、最初に申し上げたという感じで言うと、IAEA の基準、PCR スキーの安全文化の話とか、いろんなものを、段階、適宜、工事段階には付与する。そうすると、文献段階には、今のままでいくと、なら入らないわけだけども、多分それを、今、規制のほうで連動している JIC411009の方は、多分建設段階を使えるように多分改定してしまうんですけど、そいつを運転段階を使うと、そこで外して使うとかですね、まあ、だから自分ら勝手にやると思いますけど、事業者で勝手にやると思うんだけど、規制対象としてはやっぱりずれが生ずるということになっちゃうんですね。はい、今回も基準の検討はですね、今ご指摘いただきました GIAC の方の日本人事務総長基準であります。これをまずベースにして、で高台君の IA の先ほど申した安全部分を達成するようになっています。でそうなりますと、運転段階は GIAC のみを今、遠慮して使っておりますから、その分だけ当然変わらないということになります。ですから、そこで、まあ、本来違うからの、本当はあんまりよろしくないというふうに思いますので、まあ、できれば本当は GIAC の方の、これは民間企画でございます。改定作業もこれから行われると思いますので、安全部下のところをちょっとどう取り入れていただくのかというご検討をやっていただくのも当然だと思います。それからあと原子力規制法 の実用ロスクの中には、その安全部下の取り組みについて、保安規定の中で別途のホームページが上がっております。ですから、一体化はされておりませんけれども、安全部下の助成活動のような形で、省エネの要求事項でございますから、まあ、そちらで一応担保はできているということにはなるわけです。ただ、こういう一体化、きれいな体験がまだ待ってないことになりますから、そこは要求しますね。そうしたら、多分、まあ、GIAC は改定されたと決定するならば、
IAEA 基準に入れてですね、今改定されたりするならば、運転段階で見ても、規制側がそれをエンドースしてしまうと言えば、まあ、一つのように見かけとは言えるんですかね、単純になるかなという感じがします。はい、そういうことです。はい、そういうことです。あの一方で、原子力規制委員会では現在の民間客 の扱いについてもまだ議論を続けているところでありまして、その非常に根幹に関わるものに関して、そのまたさらには民間客の策定されるプロセスとあり方についても、まあ、先週少し水曜日の定例の会議の中で議論がありまして、今議論を進めているところですので、まあ、現行制度に、からの変更という形で今議論をご紹介をしておりますけれども、将来的に考えるとその各制度各規定においてその民間企画をどのようにというのはまた別の議論が必要だと思います。すいません、小杉さん、今の話とちょっと似てたんですけど、似てるんですけど、そのこれ民事役は民間企画ですよね。民間企画をこうしなさいというか、その規制とかやると、その民間企画で切り出すということで、切れ目といいますか、そこが見られまして、もう一つその具体的な内容が、これ安全文化ですね。例えば、この JAC211 って、ちょっと飯塚先生は言いにくいですけど、もともと ISO9001 なんですけれども、本来 ISO9001、9001は顧客要求というのが上位にあるトップにあるところを原子力安全というふうに変えてですね、自覚できているかと思うんですが、それにさらにまた安全文化というのを重くとして具体的にこう入れ込むと、例えばそもそもその ISO9001 を原子力安全で組み替えてこうやった企画そのものがこうなんか原子力安全文化ない。新たにまたポイントをつけるというのが変な感じがするんですけれども、それをその規制当局というか、やめて民間自主企画の方にをなんかある意味強制するみたいな、何て言いますか、自主的にこう決めてる人たちがですね、モチベーションなくすといいますか、そういうところもあるんではないかなという感じなんですけど、大変安住でもしてまだ前半 の民間企画の活用でございますけれども、もちろん今後の扱いは、これから規制委員会で民間企業をどのように活用していくか、まずちょっと議論途中でございます、結論でおりませんが、まあ、従来のやり方は、それぞれ民間企画の技術的妥当性を取ってきた上で、まあ、場合によっては修正を加えるとか制御を加えるというような活用があるんですけれども、そういった形で規制基準を一部として活用する。この活用の仕方は、基本となるその省令などの基本的な省令などの基本的な要求事項を具体化する手法としてそれを活用します。で、活用の仕方は行政手続き法などの内規などを用いましてですね、この省令基準を一つのやり方として国民関係が該当しますということを政府の公明することによって、まあ、こういうやり方であると思います。で、それから今回は今までの実績をうまくベースにして、今日はこっちベースに検討させていただきます。それから2つ目の安全文化を規制を対象するかどうか、これは非常に大きな議論でございます。ただ、先ほどちょっと私申しましたように、既にあれは大きな規制問題がありました。いわゆる総点検ということを各社でですね、いろいろデータとか、委員会事故隠しとかいうことが、平成中の規制問題でした。その時にいろんな対策の強化の一つとして、先ほど安全分野の行政活動を行使してやりなさいということを法令上に義務付けをいたし、これは省令の中の通路の中でそういう活動を強制をしてください。じゃあ安全分野そのものはどういうことをやるのか、これはもう事業しか自主的に自ら考えてやるべきでありますけども、まあ、安全を最優先とする考え方で、それを維持向上するための取り組みは法令上の要求としたというのが今までの経緯でございます。それで、まあ、それをベースとして今回このじゃあ文法ベースに品質保証基準を考えたときに IAEA の基準にはその安全問題の考え方が入りますので、そ
それから運転台からセグリット線も省令で義務付けで使っておりますから、まあ、両者を合わせる形で、その設計件数段階においても、運転台との供給を同じ考え方を持ってくるということで、整理をして、そこに基準案を今検討して、こういう流れ。でおっしゃるようにその安全物価そのものはどうするかというのはこれはもちろん一人に事業者が自ら自主的に考えする改善をしていくということにだと思います。今の宮本さんのご協力しますけれども、まずその技術基準がある規制が認証ないという制度において必ず制度運営という枠組みとその制度において適合条件、条件基準というのは存在するわけで、どんなルールであったとしてもその技術基準というものはその道のプロ、専門家、学会のことですね、そこで検討されますので、それをどのように使うかということは制度側が考えるということでありまして、別にその民間だからどうのこうのということは全くない。その時代のその時の社会全体としての最高の知見を使って枠組みが入れればいいということがあるので、まあおっしゃるように十分に使っていく、一部だけでも延長したらいいというふうに思うし、一部普通なら変えてしまえばいいというふうに思います。2番目 その安全文化と金創症の仕組みなんですが、まず、その ISO 級選手というのは、一般的なある組織がある有権系の制限を出している場合に一般的な意味での品質保証の仕組みである。原子力のためにどう使うかなかなか難しいんだけども、お客様は国民なり国民の代理人である規制であるというふうに捉えます。制限は何かといったら、それはいろんな活動した結果としての安全という状態であるとか、何かあった場合の対応であるとか、いやもっと踏み込んであるならば、安全のための施設そのものであるとか、不安活動そのものも制限なんだと捉えることによって、それなりにかけているわけですね。で問題は何かというと、安全文化というものはそのマネジメントシステムのうちの一部なのか、入れることはどのくらいその無理があるのかって話なんだけども、別に無理はなくてですね、ある種のその組織体の文化とか風土とか価値観とかいうものの表れが、まあ、いわゆる安全文化になるわけです。で、原子力安全のためのマネジメントシステムについて議論しているわけですから、マネジメントシステムなどさまざまなリソースであるとか、プロシージャーの中に織り込むことができるわけで、どういう形でやるか難しいにしてもですね、それは不可能ではないし、むしろ仕組みの中に入れて自然にその価値観なりが湧き出てくるような、そんな形にしとけばいけるのかなって感じがしてまして、まあ、工夫の仕様があるというふうに思っております。理解の整理なんですけれども、そうするとこの対象は電力会社さんで、今までは、運転開始以降に適用範囲が限定されていたものが工事の認可のところに適用範囲が拡大されるということでよろしいですね。ということは実態、組織としての電力会社さんとしての組織としての実態としては、本質的には今までやっていた活動は範囲は変わりますけれどもあまり変わらない。例えば省令の中でトップのリーダーシップですとか安全文化調整というのが入っているわけですし、今まで運転に関わってやってきたマネジメントシステムの要素というのはそれほど変わらないということで理解してよろしいでしょうか。基本はおっしゃる通りだと思います。ただ若干もしかすると違うかなと思いますのは、設計工事段階となりますと、いわゆる電力会社だけではなくて製造メーカー、それから工事を実際にやっている人たち、この比重が大きくなってまいりますので、そこの、まあ、いわゆる調達管理の部分をよりしっかり見ていくということになるのかなと思います。そうですね、この表で図で拝見しますと、この調達のところというのが影響を受ける範囲の程度というのがかなり変わってくるということなんですけれども、逆にただしかしこの審査を受ける、これが審査対象になるのが電力会社さんであることには間違いないですよね。外注管理のインターフェースのところでした。それからこれは制度上どういうふうに審査をされるというのが、その今までと同じように運転監視以降と同様に国が直接審査をされる、審査自体については工事計画の段階で品質保証の体制についての説明、した書類を提出をしていただいて、その中身についての審査をいたします。それから次のところでちょっとご紹介いたしますけれども、だからベンダーインスペクションというメーカーの方に入る審査、検査ですね、これで事業者が
この設計図書なり何なりを作る際にどういうふうな品質管理をしたかということについては直接そこのエビデンスを見に行く、それから、まあ、事業者あの電力会社自体についてもどういった管理をしたのかという、あの工事計画の審査の一環として、まあ、立ち入り検査という形になりますけども、あの検査に入るというようなことを想定しております。あの2ページの新たに付け加えるところで調達先の不適法報告を管理することという基準を決定されているというのが入っているんですが、これあの要は事業者に管理をさせるということで、規制側としてこれどういう立場で見ていくのかなというのは気になっていたところなんですが、あのここ数年その国際的に偽造品模造品の話があちこちで出てきていて、今月の頭だった韓国のヤンガンでまたあの電気部品の偽造証明が出てくるとかいう問題があって、でああいったものをそのもちろん事業者はきちっと管理しなきゃいけないけど、見破るのって非常に難しいらしいんですね。でそうすると規制側としてどういうその体制を取ればいいのかとかですね、そういう、まあ、体制っていうのは、どこまで検査に入るべきなのかとかですね、そういうことも含めてなんですが、そういうそのある不適合がその事業者の外で見つかったときにどうするかっていう問題についてはどういうお考えなのでしょうかというのをちょっとお聞きしたいなと思います。はい、これは品質保証の大きな枠組みの中でですね、先ほど、設計品質管理がメーカーの役割が大きいと申し上げました。つまりこれは調達管理という項目に入っているんですが、これは比較的言えば電力会社と、まあ、発注する電力会社とその受注を受けるベンダーの方、メーカーですね、ここで間で契約関係を結んで調達管理が行われるわけです。でその時の契約関係の中でまず電力会社が、そこは先ほど言った使用前検査の基準である品質保証体制を作ってもらうことです。でおそらく電力会社はあのベンダー、つまりメーカーに対しても自分たちが管理できる上での品質保証体制をメーカーに求めることになります。すなわち調達管理の中でメーカーに対して品質保証体制を作らせて、でその体制の下で供給された製品を導入していくというのが、この調達管理の品質保証上の要求になってまいります。ですから今ありましたような、まあ、癖とか問題があるような体制では困るわけでありますから、まずメーカーに品質保証体制を電力会社で作らせて、その体制の下で適切な調達管理が行われていくかどうかと。で多分規制側はですね、先ほどのベンダー検査の次の項目でありますけども、電力会社に対する品質保証体制を見るだけではなくて、ベンダー側の品質保証、ここはもちろん電力会社からの要請、あるいは契約に基づいた品質保証体制で、それが適正に行われているかどうかということを、ベンダー検査という形で見ていく格好になっていると思います。でただ、個別の不正をどこでそれで見抜けるかというのは、またこれでその問題でありますけども、まずはそういう品質保証体制を調達関連などでしっかりベンダーのところの配置先をしっかり作らせて、そういう構築の部分で、まず物を作りを始めていく、こういうあの仕組みに変えていくという、これは今までなかった仕組みだと思います。いわゆる未然防止的なやり方っていうのは今あのお話でこれ理解できるんですけども、実際に今度起こった場合にどこまで踏み込めるかという、そこがある意味ポイントなのかなという気がするんですよ。で、あの事業者はもちろんその報告受けるというか、見つけたり報告受けたりする当事者ですから、それは当然自分たちで管理しながらその何かしらの対策を取っていくんだろうと思うんですけども、そういうものがそのタイムリーに規制側に情報として流れてきて、で規制側としての何かそのアクションを取れるようなその枠組みっていうのはできるのかどうかっていうのがちょっと気になっているところなんです。あの渡辺さんのご指摘になられているのはアメリカであるあの、はい、不適合品が見つかった際に規制側に報告する制度を日本でどう考えるかということかというふうに思いますけれども、今の日本の制度としては、あの水際で事業者にそれを排除する努力を最大限させていただくという形になっておりますので、そこの中で、まあ、どこまで対応できるかというのを見て、あのいずれあの日本でも同じような、その海外で起きているような同じような状況があった場合には、制度としてどう考えていくのかと。必ずしもそのアメリカの TGI21 みたいな感じでなくてもいいと思うんですよね。あの要は QA プログラムの中で、
電力なり事業者が管理しているプログラムの中でこういう報告を受けたら、そのデータベースかなんかを作っておいて、規制側がいつでもそこを覗きに行けると、そういう仕組みさえあれば、あの報告というあれはいらないと、制度はいらないと思うんですね。だからその辺を少しフレキシブルに考えられれば、あの対応は取れるのかなという気がするんですけど。あのアメリカの制度もあの報告を受けて、それに対してその不適切な設備を、不適合のある設備を作っているそのベンダーに対して規制側が何らかのアクションをしているわけではなくて、あの情報をうまく共有化させるということのために使われているんじゃないかというのは私の理解ですので、そういう形が何らかの形でできないかというご指摘かという理解をさせていただきました。先ほどから安全文化に対する議論があるんですけども、少なくとも今ちょっと話が外れるかもしれないんですけども、今日の少なくとも運転段階では運転総省という一環として安全文化のためにということで規制側の番検査を通してちゃんと一応統治してるわけですね。しばらくあるか、そうではあるんだけども結局事故が起こって、そういう事務所にしても国会事務所にしても安全文化が調整されていなかったというふうに認されているわけで、ですから今回の設計工事段階まで安全文化の枠組みを拡大するにしても、やっぱりその今までのやつが良かったかどうかを含めてちょっと考え直さなきゃいけないという感想を持っています。以上です。ご指摘あげる。次の1、6にもしかしたらつながることかもしれないんですが、やはりあの品質保証と話が出ていて、その規制庁そのものの品質保証です。そういうのも多分どこかで、これからまだ新しい組織でもありますし、それをどこかでちゃんとやっていかないといけないというのは国民のことに似ているというのが一つあります。いや、もうおっしゃる大丈夫です。まあ、そうでございます。あのまだちょっと2ヶ月ございますけども、規制庁自身も PDCA サイクル、基地を回して輸送所対策を作っていく、まあ、これは基本でございますから、そういう内容です。あのこれは私の方からもあの改めて申し上げなきゃならないと思いますが、発足2ヶ月であの品質保証、品質管理の在り方に関してはあの規制委員会、極めてあのじくじたるものがありましてですね、あのこれはあのまさにご指摘の通りと思います。あの一点細かいことですけれども、9センチ地帯がですね、今改定の作業に入っておりまして、この、GSRP の要求もそれに応じて変更される可能性というのは確実に、それはあまり考える必要はないでしょう。その予防処置以降も含めて石川先生の方がご専門で、あの失礼しました、 GSRP の見直す詳細、私は現地に承知しておりませんけれども、あの規制委員会、規制庁としてあの IAEA の設備スタンダードの雰囲気が出ておりますので、最低 の今、どういう動きになっているのかは把握しておりますので、あのご指摘をいただきましたので、あのそれを含めて、あの今後、検討を聞かせていただきます。よろしいでしょうか。それじゃあ、次の項目にさせていただきます。はい、それでは次、資料1の6をご覧いただきたいと思います。今あの話題にも移ってございましたけれども、製品者等に対する検査についてという項でございます。こちらの方もまたあの根拠法令ということで、一番後ろのページをご覧いただきたいと思います。今回の改正におきまして、68条に立ち入り検査等という規定がございます。そこの第3項に、原子力規制委員会は第1項に規定による立ち入りのほか、その下にあの各条文が列挙されてますけど、これに関しましては、ちょっと参考資料の5ページは、先ほどの冒頭あのご全体の概要を紹介させていただいたときに用いたものですが、全体の概要を紹介という意味ではこれはあの分かりやすいので5ページご覧いただきたいと思います。で、あの5ページご覧いただきますと、工事計画の認可の下にですね、使用前検査、溶接安全管理検査、燃料体検査、あるいは地域安全管理検査、設定検査、保安検査と、破線状のマークがされていると思いますが、あのパワーポイントの7ページにある3項の下の各条文、あのこの破線の中の規制事項に該当します。
こういったものに対して、その防腐の施工のに必要な建設内において、原子力施設の設計もしくは工事、または原子力施設の設備の製造を行う者、その他の関係者の事務所、または工場もしくは事業所に立ち入り、帳簿、処理、その他必要な物件を検査して、または関係者に質問させることができると、こういう規定が設けられてございます。1ページをお戻りいただいて、というようなことで検討事項でございます。具体的にその運用方針ということにこちらの方はなるんですが、その内容について検討するということで、3つほどご提出させていただいております。1つは、検査を行う対象者の特定方法、それから検査を行うケース、どういう場合にこういった立ち入り検査の権限を行使するようなということ、それから3番目で、検査で確認する基本的な事項と、実際のことを大きく3つという確認させていただいております。で、検討の進め方でございますが、こちらも先ほどの工事計画の見たと同様に、まず本日、その製造者等に対する検査の運用にあたっての基本的な考え方、これをご説明させていただいて、ご意見を伺いたいと思います。だから今後の検討事項ですが、検討チーム内での議論、あるいはその方向に関しましては、非規制者への調査といったようなものを考えておりますので、そういった結果を基本的な考え方に反映して、運用を固めるといったような手順を見たいと考えています。で、2ページ目、ご覧いただきたいと思います。では、検討事項に対する考え方ということで、各自検査を行うケース、ここではそのどういった場合に検査をするのかということで、とりあえず4つほど掲げさせていただいております。で、上2つに関しましては、新しいものと似たようなものが導入されるというようなことを念頭に置きながら、製造者等が新規に原子力施設との設計設備の製造を行う場合、それから製造者等が新しい技術を用いて原子力施設の等の設計設備の製造を行う場合と、こういった2つのケースがあろうかなというふうに考えております。それから3番目、こちらの方は不適合品が明らかになった場合といったようなこと、先ほどの渡辺委員からも説明していただいたような、こういった適合に対する対応、それからその他の場合ということで、これは適宜の立ち入りといったようなこともあろうかなというふうに思います。で、検査で確認すべき事項、確認でございますが、この内容といたしましては、製造者にかかるもの、一時的には規制の対象は設置許可を受けた者、すなわち電力会社になるわけですが、その電力会社と製造者の関係は調達管理といったような場所で結ばれるというようなことだろうかと思いますので、お伝える発注者、これは電力会社による調達要求事項の立法状況、あるいはその不適合品の識別状況を示したりすること、といったようなことで、確認する項目としては掲げられるのかなということでございます。では、全体どういうイメージになるかということで、先ほどの工事計画の認可と、それからその項目であります使用前検査を例にして、そのイメージをここで示させていただいております。まず3ページ目、括弧1でございます。工事計画認可より工事計画の届けにおける製造者等に対する検査のイメージということで、ここでは目的といたしまして、工事計画の認知に際して、原子炉設置者を行う施設の設計にかかる品質管理の方法及びその検査のための組織、これは新しく加わった基準そのものでございます。この技術基準に適合しているものであることを確認するため、当該設計の調達先及びその関係者、調達先、一時的な、つまり一時調達の先、そこからさらに何段かに分かれているというような契約形態もあるかと思います。そういう意味で、その関係者である製造者と関して検討を進めるんだと、やると。それからこれ、あくまでも製造者に対する検査というふうに書いてございますけれども、当然のことながら必要において、その申請者対原子炉設置者に対しても審査で、こうして立ち入り検査をすると、といったような目標も私として立てていただくというふうに思っています。だから工事計画の認可と並行して、工事計画認可前までに、または工事計画の届けがあったりということですが、これは先ほどの手続きで30日というのがございますけれども、そちらの方もその30日に実施するといったようなことで、提供させていただきます。で、検査の内容でございます。原子力設置者からの調達要求事項について、設計管理について実行状況を確認ということで、報道をご提供させていただいております。一つは、当然のことなら、使用というものの、その要求事項が明確になっていなければいけない。それから設計の体制、手順、検証に関すること、こういったようなことを確認する、計画するというような話を考えています。4ページ目、お待ちいただいて、こちらの方は、その工事計画を受けた後の段階で、使用前検査におけるその検査のイメージということで、目的と内容について確認させていただきます。1つ目、目的でございますが、こちらの方は、検査に、使用前検査に際して、現地の設置者が行う施設の管理にかかる品質管理方法及びその検査のための組織が認可または許可された工事に従って確認されていることを行われていることを確認すると、これは工事の技術上の基準の施設である許可されていることといったようなその行為を確認するんだということになります。
して、その法人に関わりまして、調達先およびその関係者である製造者等に対して立ち入り検査を実施するということ。でこちらの方もアスタリスク記載してございますが、こちらの方も先ほどの法人計画の認可と同様に、その設置者に対しても対応したといったような指摘を記載をさせていただいています。でこの法実施時期でということでございますが、この関係の法人計画と認知というような整理を上で、その使用前検査を並行して、製造者等に対する検査を実施するというふうに整理をさせていただいております。検査の内容でございますが、こちらの方も同様に、その認可された工事にかかる仕事の要求事項に関することですとか、工事の体制、手順、あるいはその不適合に関すること、あとはその工事や検証に関すること、いったような、こういう観点からの検査を行っていただくというふうに考えてございます。それから5ページ目、製造者に対する検査のイメージということなんですが、冒頭申し上げた通り、この製造者に対する立ち検査の検証制度に関しましては、燃料体検査から、保安検査といったようなものに対してもその検査が可能になっているというような状況でございます。で、製造者との特徴体制に対する確認が可能となっているというような検査というようなことで、各検査に関する実施の方法の見直しとはこの製造者検査等をその効果的に使うことによってよりその効果的なことであるという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 ことの検討も考慮させていただきたいと思います。最後に6ページ目ご覧いただきたいと思います。この制度設計をする上で、非規制者への調査を実施したいというふうに考えております。具体的にはその法人計画なり、企業内検査との各申請の段階で、製造者等がどの程度特定されているのか、要はもう具体的に製造者等へに対する規制、立ち入り検査を実施するというふうなことではございますが、実際そのそれぞれの手続きの段階で、どの程度の製造者が確定されているのか、要はどの段階の製造者に立ち入ることが一番効果的なのかといったようなことも議論の一つであろうかと思います。そういったようなものを言う上でも、その調査を行っていただきたいというふうにことで、ご説明をさせていただきます。ご説明はいいですか。はい、ご指摘ご覧いただきます。言葉の確認だけです。原子炉施設の設計から工事、それから原子の設備とか原子発電所の設備とか機器の設計製造から設置全部含めてここでやっているということをよろしいですか。分かりました。2つのことが建設の話と機器の少し仕事の味が違うというのを思っているので全部含めているというのを分かりました。製造者に対する検査で海外のベンダーを考えるときに今度品質マネジメントまで入っている状況ですと燃料体が今どうやってかちょっと存じ上げないんですが極めてその国際化しないと規制のものを国際化しないといけないのではないかなということを感じますけれども、まあ、先ほど日本語で全部見られるということですが品質マネジメントを考えるとですね、その国際化については力を使わないといけないんじゃないでしょうか。はい、現時点こういうふうにというところまで確定したことを説明できない状況でございますけれども、ベンダーに対してのインスペクションということについては国際的な取り組み、特に多国間の設計、評価プログラム ENDEP と呼んでいるところで多国間である仕組みを作ろうじゃないかという取り組みを行っています。各国とも自国外から調達する場合においてその外国にどういうふうにそのベンダーのインスペクションが入るかというところは課題になっているのでございますので、そのような動きを我々としてもウォッチをしながらこの制度の中で取り入れられるところについては取り入れる、それから、順次は改善していくということは進めていただきたい。ちょっと文章の確認なんですが、3ページ の、 一番上の丸の文章がよくわからないんですけども、検査のための組織が技術基準に適合しているものであることを確認するということなんですが、ここで言ってる技術基準ってこれ何の技術基準ですか。先ほどご説明いたしましたけれども、工事計画認可の際の
あの品証に関する基準、こちらで品証の基準ですね、はい、技術基準という言葉で、あの今設備の方と混同するようなことがあります、はい、それじゃあ、 あの最後の項目で、こちらはあの法律の規定の見直しですので、まあ、ご紹介に近いような形でございますけれども、ご紹介させていただいた上で、コメントございましたらあのご指摘いただきたいと思います。はい、それでは本日最後の参戦になります。資料は1の7をご覧いただきたいと思います。発電用原子炉に対する安全規制の原子炉規制、原子力規制法への一元化についてというふうなことでございます。あのここであの文書で書いてございますけど、簡単にあのご紹介申し上げますと、現行と従来の原子力規制法73条に適用除外という条項がございまして、原子力規制法の段階規制でその許可以降、その設計及び工事の方向、使用前検査といったようなことになってくるんですが、その工事、それから使用前検査、定期検査、これらに関しましては電気事業の利用に表する施設に関しましては、電気事業の方法の方へ、あの規制が移っているといったようなことがございました。でそういったその規制に関して今回の改正法において原子炉等規制法の方に一本化されているというようなことでございます。というようなことで検討事項の括弧1、原子炉等規制法に新たに設けられた地域事業法に相当する規定の対応の整理ということで、従来電気事業法において行われてきた安全規制である規定、これは工事計画の認可、工事計画の届け出、使用前検査、燃料体検査、以降この確保の中に書かれてあるもの等なんですが、これに相当する規定を原子力等規制法に設けるということになってございますので、その制度に係る際の規則類を改めて規定するということでございます。で、まず一番目やらなければいけないかということは、その今申し上げたことを検討するにあたりまして、工事計画の規制対象とする原子力施設内の範囲、これをまず整理する必要があるというようなこと、電気事業法ですと、その発電するためのものも含めた形での対応になっていますので、その辺を整理して、原子力施設、こういうものと、こういうようなところでの整理をするということ、それは機器の施設の名称といったようなものが、その用語の使い方が違うことがございますので、この辺をまず成功させるといったようなことがございます。それからもう一つ、排水素中の発電用原子炉に関わる規制の整理ということですが、今冒頭申し上げたとおり、電気を起こしている管、これは電気事業法による規制なんですが、排水素中の段階以降、また原子炉と規制に戻ってきているといったようなことがございますので、そういったものを踏まえた上で、排水素中の発電用原子炉の規制について検討を行うというふうなことでございます。で今申し上げたことで非常に手続き的な話なので分かりにくいかと思いますが、検討事項としては、その電気事業法の関係省令の原子力規制委員会規則への規制に係る基本的な考え方、それから今後の検討としては、そういった考え方を踏まえた形で、委員会規則の案を作成するということでございます。3ページ目、検討事項に対する考え方でございますが、過去1位。原子力規制法に新たに設けられた電気事業法に相当する規定の材木の整理ということでございますが、こちらの方に関しましては、従来電気事業法の関係省令で規定されている事項、これを原子力方法規制法に基づく原子力規制委員会規則に規定するということでございます。なおということで書いてあるんですが、電気事業の方法の方ではですね、事業用電気調達物の工事事業用運用に関する法案を確保するために、その保安規定といったようなものを定めることが義務付けられています。でそこの保安規定で規定される保全計画、これについてはその原子力等規制法に基づいての対応といったようなことで、制度の見直しを図る、整理を再整理させていただくといったようなことを考えております。それから括弧2番目、原子力等規制法における原子力発電所内の工事計画との規制対象施設の整備ということで、2つほど冒頭申し上げたことでございまして、そのうちの1つ、工事計画との規制対象の整備ということで、原子力発電所に設置される電気工法の規制対象施設のうちに、公害防止関係施設、これは直接的には原子力関係と関係ですね、原子力といったようなものでございますけれども、そういったものを除いた形で、規制法の工事計画法の規制対象です。ということでございます。それから用語の適正化ということで、先ほど申し上げたとおり、その方も法令で用語が違うといったようなところがございますので、その辺を整合化するというと、それから配送中の規制の整理という意味では、その憲法の規制法に基づく安全性と、方法の安全性を行うことについて理解をするということでございます。
以降4ページ目、要項の整理等々を含めた形でのイメージというのを添付してございますが、こちらの方は本当に形式付けのもので、要項の確保に合わせるといただくと、それから5ページ目も同じです。原子炉と規制法の基準によってそれぞれの様式が違うと言っていますと、こういったようなものを踏まえて、その説明書に制御を図りつつ、対応を図りたいということでございます。で6ページ目は施設設備の対応、若干現行のそれぞれの保障が異なっていると、特に異なっているという形で、ここに書いてありますような形の整備を進めているということでございます。それから最後に改装置関係、これは左側が現行の装置法の改正文で、右側が現行のものです。で右側のものを左側に移し展開したものとして整備をするということでございます。最後、参考でございます。改正の概要ということで、先ほどほど申し上げました通り、従来の検証特定法73条で適用除外になっているものが右側、それを今回の改正後は43条の3という意図の中に盛り込まれているといったことで、ここに撤去されているような事案についても、再度整理するということでございます。ちょっと早くなりましたら、お願いします。大変手続き的なところのご紹介で申し訳ございませんけれども、一応こういうことをやらなければいけないということのご紹介でございます。何かもしご指摘いただけるような点がございましたらお答えいただければ指摘ではなくて教えていただきたいんですが、6ページにイメージがあるんですけども、従来電池法で管理してた設備を、目標の対象にこう移すかどうかというところだと思うんですね。でこの下の文章を見ると安全にかかる設備について目標の対象だと、で安全にじゃあ関わらないものはどうなんだっていうのがちょっと気になるところなんですが、例えば上に書いてあるこう発電機とかですね、なんかあまり安全に関わらないんじゃないかなっていう気もしないでもないんですけど、こういうものをは要するに録音の中でどういう扱いになるのかな。基本的に原子炉特規制法の規制対象設備にいたします。それで、今回は原子炉の設備の安全に加えて原子炉設備の安全に影響を及ぼしくるものということで、安全に関するものと関係するものという整理をしたいと思っております。従いまして歴史情報で今規制対象になっております環境保全関係の設備、例えば媒塩の処理装置ですとか、そういったようなものはさすがに原子炉規制法で規制する対象ではないかなということで、そういったものを外した形で電気場のほうから電気特性のほうに設備を移すと、そういう考え方でございます。よろしゅうございますでしょうか。それでは今日ご用意させていただきました個別の検討課題は以上のようなものでございましたので、ではそれでは6項目、各論6項目についてコメントいただきましたけれども、全体にわたって何かコメントがございましたら、ありがとうございました。今日かなり新しい制度の話をしていただいてイメージがありました。過去の原子力発電の歴史を見てみますと、やはりいろんなトラブルっていうのは結構何個かあったら発覚したとかかなり多かったようになっています。で今回の話からちょっとずれとは思うんですが、でしかも僕の理解では規制庁でもそういう活動制度一応枠を設けていると思うんですが、やはりそういうのを活発にしていただいて、こことまずリンクさせるようにしてほしいというふうに思います。大変重要なご指摘だと思います。どうもありがとうございました。それから今日会議の冒頭でご紹介するということを一つ忘れておりましたのは、外部から加わっていただく専門家にもう一方、京都大学の杉本淳先生もメンバーとして今日はご欠席ですけども、理事会を加わっていただきます。すみません、言ってだけ渡辺さんどうぞ。多分品質保証に少し関係すると思うんですけども、今までそのトラブルの報告っていうのは運転が始まってからしか多分対象でなかったと思うんですね。で、この、日本にこれから新設があるかどうかよくは分かりませんけども、工事をしている段階、建設をしている段階でトラブルが起こった時の報告っていうのをどういう格好でつけるかっていうのを少しご検討していただきたいなと思います。それは新設がなくともですね、今後の、
新しい機器、渋谷アクシデント対策等々について新しい機器の導入が当然なされるわけですから、それの、その設置、建設段階におけるというのは非常に重要なご指摘だと思いますので、少しは検討させていただきたいと思います。はい、平野さん、どうぞ。一点申し上げていただきたいんですけども、あの資料の1の2に、災害の防止上支障がないことというのが出てきていまして、その以下なんですけども、基本的に今、規制委員会で作られているように新しい基準、それへの適合をもって、災害の防止上支障がないと考えている以下でよろしいでしょうか。それは当然、あの今、議論している渋谷区の対策も含めるという以下でよろしいでしょうか。その通りと思います。先ほど勝田先生から出てきたこの規制の方の高級率って出てきましたけども、そして原子力っていうのは社会技術、誰が事業者が第一的って書いてあるけども、そうではなくてですね、第一的かもしれないけど、実は社会全体で担保していかなきゃいけない総合的な大きな巨大技術であるし、社会システムであるけども、その時に国全体の社会全体としてどういう体制を取るかということについて、これバタバタっとやったんですけど、ゆっくりでもいいですが、マジにですね、あの規制庁を含め、それから JR と一緒になるのかなというのも含めですね、どんなその体制、まあ、QMS とか使わなくていいと思いますけど、どんなマネジメントの仕組みをつければよろしいのかということを一緒に考えていきたいなというふうに思います。あのそれについては、その大げさに言いますと、その国、あの国土の置いてかれる環境も含めてですけども、その国が原子力という技術を利用する資格があるのかどうかって非常に根源的な問いになると思いますけども、それは原子力規制委員会、規制庁だけではなくて、政府であるとか産業界、あるいはそのもうあの全ての方が関わる意味でのそのクオリティの問題であると思います。あの確かにあの先生ご指摘のように、今は少しあの10ヶ月以内に施工ですとか、もう法律にあの決められてしまいましたので、非常にあのバタバタしているのは事実ですけれども、ただあの、今この時点で受けているご指摘を忘れることなくですね、あのずっと考え続けていきたい、またあの議論する機会をと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではあの時間が近づいておりますけれども、他によろしいでしょうか。それではあの次回の会合では委員会規則の案を事務局の方から、もう少し具体的な規則案を入手して、それに対してご検討いただくという形にしたいと思います。あの本日はご提出のところあのご参加いただきましてありがとうございました。それではあの第1回会合を終了いたします。ありがとうございました。